来た。なんとか接客しようと飲み、お客さんのから、お客さんの、そうなの？なんとか設定しようと飲み代は800円。はあ。マスター機嫌悪い。あ、元気がない。いやー、減るよね。いや、イヤホン。だけど、イヤホンだとみんなに聞こえないんじゃないの？だって。サイゼリヤがガラガラだって。あ、コラボ許可。はい。これで。聞こえてますか？もしもし。もしもし。もしもし。聞こえてますか？はーい。もしはもーい。し。あ、聞こえた。どうも、はじめまして。はじめまおし宅て。です。はじめまして。あれ、ちょっと待って。これ初めてのコラボ。あ、こうやんだ。ツイキャスって便利ですね、これ。なんだ、これいいな。やまびこになる？嘘。俺、どうする？どっかなかったっけな。聞こえてない？聞こえてます外よ。では聞こえる？聞こえてますよ。なんかやまびこになるとか言われてるけど、大丈夫ですか？私の方は大丈夫です。あ、皆さん、あ、聞こえてる？じゃあ、このまま行きましょう。はじめまして。はじめまして。ケバブはトじルめコ。まして。すいません、いきなりで。なんか、いつも見てて、あ、ケバブさんだと思って。あ、こんばんは。今日のニュースいっぱいあったと思うんですが、ケバブさん的にはどれが一番ヒットしてますか？いやー、まだ国会いチェッやー、クましだてない国んで。会チェックしてないんで。あら、ヤマピコすごいな。あら、ヤマピコすごいな。え、ハウリング？ヤマピコ。ヤマピコ。あ、やまびこ？だから、なんかやまびこが、ちょっとなんかイヤホンじゃないとダメみたいな。ちょっと待ってください。イヤホンしてみます。これはいけるけど、多分あれ、聞こえてますか？はい、聞こえてます。あ、多分 YouTube の方がダメですね、これ。こっちでは聞こえるけど、同時は無理なのかもしれないですね。あ、もしもし。はい。あ、ちょっと僕の方が聞こえにくくなりました。ちょっと待ってください。あ、これでやると YouTube の方が配信できないですね。どうしようかな。どうしようかな。音が聞こえないと思う。多分僕とケバブさんは聞こえてると思うんですが、多分外には聞こえなくなりますね、これ。YouTube の方には。何なんだろう。コラボね、経験がないんでよくわかんないですけど。ああ、すいません。僕もこれちょっと初めてなんですが、なんか、ツイキャスと YouTube でやってるんですが、その YouTube の方のはツイキャスの方のこ、ツイキャスで多分声が聞こえないんだけど、みんな聞こえてますか？いや、なんか勝手になんか YouTube で話してるみんな。まあいいや。 じゃあ国会まだ見てないんですね。まだ見てないんですよ。朝起きて買い物行って、
家のことガチャガチャやって、だからどうしてもね、どうしてもね、日本の明け方ぐらいになっちゃうんですよね、国会を見てまとめると。なるほど。じゃちょっとごめんなさい、その YouTube、ちょっと待ってください、YouTube の人、ちょっとツイキャスの方でしかちょっとできないみたいなので、皆さん、なんとか頑張ってツイキャスの方に移動してきてください。ということで、また今度、はい。またか、相手怒るわ、これ、みんな。はい、ごめんなさい。はい。まあいいや。はい。じゃあ、ツイキャスやりましょう。コラボ、コラボです。コラボなんで、で、私、結構、今日国会はあんま見てないんですけど、なんか河井案里さんが捕まっちゃって、河井案里さんの秘書が捕まっちゃったみたいなそうですこね。と。それはね、昨日寝るはい。前に、寝る前に、朝2時、朝2朝っ時、ていうか、夜中の2時3時でしたよね、夜中の2第時一3時でし報。たよね、第一報。そうです、そうです。逮捕までは言ってなかっ逮た捕けまどでは言っても、なかった。強制捜査入るみ強制たい捜査な、入るみたいそこまで見て寝な。たはい。感じです、寝時た差感的じにでは。す。で、なんか朝起きたら、なんか4時、朝の4時ぐらいになんかチャオさんが、なんか、アンリさんが捕まるらしいみたいなのがなんか上がってて、YouTube で。で、12時ぐらいに速報で、確か、河合案里さんのとこで3人ですか、政策秘書を含めて捕まるみたいなのがありましたね。で、これと、ちょっと今日、まあ、いろいろなんかあって、なんか、いっぱい話すことが あるんですけど、ケバブさん的には、今のところ何が一番、どこら辺が、やっぱり、今のところ河合さん案件が。河合案里は、ね、そんなでもない、もちろん気にはしてますけもちろん気にど、はしてますけど、なんか、いや、チャオさんに追ってもらって聞けばいいやみたいな。まあ確かに、チャオさんはもう確実に河合さんのスペシャリストですもんね。そうそう、なんか自分でいろんなものをひっくり返して、ネットで情報を集めるよりも、チャオさんのバッと聞いた方が効率がいいんで、あんまりそういう意味では自分では調べてないです。確かに。で、今はちょっと僕の方では、例えばですね、今のコロナの世界のところだと、なんかイタリアとかで2000人超えてきて、あ、イタリアじゃなく、イタリアか。ん?イタリアで1500人か。1500人超えてきてて、で、フランスでも191人ってこうなんか増えてきててるんで、これドイツとかだとどうなんですか、このコロナのドイ感ツじ。も増えてます。ここ1週間で今140か50ぐらいまで増えてますね。本当に。これ報道とかはどうですか。こっちのテレビみたいのですか？あ、そうです、そうです。ニュースでまあ、やニューってスますでけどやっね。てますけどね。国民的にはもうなんか結構な話題になってる感じですか?そうでしょうね。っていうか、さっきスーパー行ったんですけスーパど、ー行ったんですけど、パスタの棚がゼパロ。スタの棚がゼロ。本当に?もう マ日カロ本っニ、ぽスい。パマカゲッロニ、ティ、スペパンゲッネ、ティ、関ペ係ンなネ。くパスタゼロ。パスタゼロ。日本と同じだ。ミネラルウォーターミゼネロ。ラルウォーターゼロ。え?パスタゼロ。ミネラルウォーターゼロ。そう、びっくりした。なんかめっちゃパニクってるじゃないですか。そう、ハムスター街って言うんですよ、ドイツ語で。ハムスター街?ハムスターってこうほっぺに溜め込むじゃないですか。溜め込む。その購買っていうことで、ハムスターカウフっていうんハムスですターね。カウフっていうんですね。カウフっていうのは買うっていう意味で、でハムスターはこのほっぺにため込むハムスター。なんか、かなり、これまだ始まったばっかりじゃないですか、なんかドイツとか。まあ150日だ、結構な数ですけど。そうですね。で、やっぱ地域差がかなりあっ地域差がかなて、りあって。
で、一番最初はミュンヘンの方で出たんですよ、バイエルンっていうところで。で、もともとやっぱ観光客がすごく多い地域であるのと、あとイタリアに一番近いとこなんですよね。だから行き来も多分あったと思うんで、バイエルンから出た時は、ああ、なるほどって思ったんですけど、その後ね、デュッセルドルフって言って、日系企業とかがたくさんあるオランダとかに近い方、全然こう対角線上ですよね。そこで結構ドンって出たんですよ。っていうのもですね、ちょっと前にカーニバルがあって、カーニバル、はあはあ。で、ドイツも地域によってカーニバルが盛んなんですね。で、こう山車が大通りを練り歩いて、道路にお菓子をばらまいて、で、子供たちがわーって取るって、多分このイベントは外だし問題なかったと思うんですけれど、大人バージョンのカーニバルはこうオクトーバーフェストみたいな感じで、テントの中にステージ作って、で、長いテーブルでみんなで飲み食いするんですよ。やばそう。やばそうでしょ、聞いただけで。だから、やば、すごいで、すもうごい確でか実いに屋形船みたいなね。絶対やばい。そう。で、多分、それで広まったんじゃないかって言われてるんですよ。じゃあもう結構尋常じゃない広がっちゃいそうですね、それ。だから、その地域がすごい限定されてるんですよね。で、カーニバルってカトリックのお祭りなんで、プロテスタントの地域ではあんまりやらないんですよ。あ、そうなんですか。と、ドイツではやっぱりカトリックが強い地域、プロテスタントが強い地域って結構くっきり分かれてるんで、おそらくカーニバルやったところが結構患者が多いかなっていう気がするんですよね。あ、そうですか。それで、EU って地続きじゃないですか、いろんなとこが。だからこれ、ドイツで流行ったって、しかも国境の行き来が結構簡単な気がするんで、これって、こうヨーロッパ全体にも広がっちゃってる感じを見ていいんですかね。いや、どうでしょうね。イタリアとこのドイツの国境のところ、いわゆるブレンナー峠って言われるところですよね。そこの電車なんかは結構こう検査されたり止められたりするっていうふうに聞きましたけど、たこれだスイ全ス部っでては無理出でてすないんでね。すかね。スイイタス？リアとこ、うん、だ、スイスス出イてスるのと近思いますく、よ。そのこ100人とかじゃれ、ないと思うけど。いや、これ大変なことになってますね、ヨーロッパも。これ最初は僕、アジア系のね、中国人とか日本人とか、遺伝学的になんかそっちのアジア系しかかからないんじゃないかというか、かかりにくい、他の白人はあんまりかかんないんじゃないかみたいなことを言われてたんですけど、もうそんなことないですね、これ。関係ないですね。関係ないですね。いや、えらいこった。そうなんだ、パスタゼロ。えらいこった。ちょっと今衝撃。でも中国では今のところそんなに増えてないみたいなんですよ、その一時期に比べたら。まあ、やってることがすごいですからね。そうなんですよ。で、まあ今韓国が今ちょっとかなりパンデミック中で、まあ次に、まあイタリアとか、あとはあそこですか、トルコ？あ、トルコじゃなくて、トルコだっけ？トルコ、イランか、イラン、イランですね。いやー、そっかそっか。いや、んで今日国会はなんか、まあ、あれですよ、コロナの問題の対応、いきなりなんか小中学校を休業にした、休校にした、それの法的根拠とか、そういうのをなんか追及してましたね。まあ、全部は見てないんですけど、このことについてどう思いますか？ケバブトルコ端的には。昨日の国会までは、ね、一応見てるんですけど、あれって結局ただの思いつきで言ってるわけじゃないですか。まあ今のところそうらしいですね。で、それの、安倍首相の言い訳っていうのを聞いてると、まあ、子どもたちっていうその情緒的な訴えと、
あとなんかこの1、2、1、2週間が正念場っていうのと、あとそのいくつかの自治体が地域の一斉休校をちょっと半日前ぐらいに言ったじゃないですか。言っ北た。海道とまあ、か北海道と市か、川と大か、阪とか。多分それになんかこう続けじゃないけども、それにこう上書きするように、いやもう俺の、いやとにかくね、俺が俺がっていう感じだから。あれね、鈴木さんとかって北海道のね、一番最初に県としてやった、県というか、府道としてやった、鈴木さんって結局、菅官房長官が育てたというか、まあ、菅官房長官と通過の人じゃないですか。で、この人がいきなり緊急事態、いきなり休校にした後に、その後さらに、週末出ないでくださいと。まあ、あくまで要請ですと。さらにその緊急事態条宣言なるものをいきなり言って、で、その後すぐに官邸に行って、その北海道の実情を訴えるみたいな、なんかそんなよくわかんないことを言った、その次の日ぐらいに、今度は国家全部が休業しましょうみたいな。なんかこう、なんか出来レースみたいに感じちゃうんですけどね、私。この全てが。そうですね。ただ鈴木知事と安倍首相のラインっていうのでつながってるんであれば、北海道に先に言わせないと思うんですよね。結局安倍首相にしたら、首相の頭越しにこう一知事が目立っちゃったじゃないですか、緊急事態宣言とかって言って。だからそれを安倍首相が全国ってもっと大きな権力でかぶせるっていう方じゃないかなって想像ですけどね。まさかそんな感じですか。まさかの。あ、ででももあそんりな得風る。に聞こえませんか。で、最初からこう安倍菅ラインで官邸で考えてから、じゃあ北海道こういうふうにしてくれって指示が言ってるんだとしたら、あんな一斉休校を唐突に出すとは思えないんですよね。まあ、その専門家会議っていうのも結局追及されてたら、ほぼ聞いてなかったみたいですしね。聞いてないって言ってましたから。だから鈴木知事が自分でやりだしたか、もしくは菅ラインだけでつながってたかですよね。これでね、なんかね、今ちょっとうちのリスナーで、なんか昭恵だって言ってますよ。どうですかね、思そいつきっていう意味ではあったかもしれないですよね。だ、思いつきですよ、いずれにしても、どっから来たにしても。だってあの日の首相動静を見ても、萩生田呼んだのが11時なんですよ。で、その日の6時とかですよね、5時、6時ぐらいですよね、発表したの。だから多分またいつものお友達の、北村とか秋葉とか、あそこら辺とごにょごにょ話して、これいけるんじゃないですかねみたいな、そんなノリでやった気がしますけどね。で、だまあ、からで、北その海道日に知決事めてが自次の分日。より目立つのは許せないっていう、そこじゃないかなと思うんだけど。なるほどね。なるほどね。まあ、お茶で、祭北海り道知的事にはね、国民と。大成功してるんですよ。こんな大きなマスクで顔を包んで、毎回毎回。で、安倍やー、首相に直本当談に判直と談判か、とか。いや、僕、劇あいつ場っはちてょっと感じ。ね、もう、いや、夕張市長の時からちょっとね、なんつうのかな、本当になんかこう、橋下徹的なね、なんかこう、実績は特にないんだけど、別に景気も良くなってないのに、夕張も。だけど、なんとなくやったっぽくして、こう、権力の階段を上っていくみたいな感じに、僕個人は思ってるんで、今回も、自分の出世のために、今回、北海道が、俺の力で英断して、っていうようなパフォーマンスかなっていうふうになんか感じてますね。で、これもしそれだ、それ、その読みが本当だとしたら、これとんでもないことですね、これね。本当か。それと、ちょっと話がちょっと飛ぶんですけど、
アメリカの大統領選挙とかって、興味ありますか？そんなに見てないですけどそんね、なにない？一般そん人なレにベなル。い？僕も一般人なんで 一般人レベルです。じゃあそれ以外でなんか他にこの経済のこととか、ケバブさんは何が一番こうどこら辺のこうが興味があるポイントなんですか？国会の中のあれですか？興味があることでお話ししたいなと思って。そうです。まあ、国会で取り上げられるようなこと全般ですよね。という今はね、こ結と構経は、済が気になってます。いや、今日、昨日の夜にニューヨークは1300ドル弱の史上最大級の上げだったのに、今日の日経が引けがマイナス261円とかなんですよ。なんで、なんかもう日本の経済も結構本当にやばいなっていうふうに私は感じてるんですが、ですね、アメリカのどうです株にか？釣られなくなってますよね。そうなんですよ。普通だったらですね、今までの株の感じでの常識というか、ほぼほぼニューヨークが上がれば、日本ももうほぼ同じぐらいの価格で上がるみたいなのが常識だったんですが、午前中は上がったんですけど、ちょっと300円、プラス300円ぐらいで上がってたっぽいんですけど、まあ、午後にどんどんなんか、じりじりなんかみんな売っちゃって、結果マイナス261円みたいな。で、今こ日れ多日銀分コのロ買いナの入っこたとんでも、すか？入った、日銀も入って1000億とか、もう2日目？ETF とかも入れてる。2日目？そう。昨日も1000億入れてだまからす1よ日ね。か。そう。だから今日も今日、だか1000ら億？入れてる。いや、わかんない。それはちょっともう一回確認しないとわからないですけど、入れてると思いますけどね、多分。ちょっと僕、未でも確認だ限から。界が来てるでしょう。いや、でもまあ、限まだいける界感が来じ？てるって言ったっても関係ないんじゃないですか、もう日銀的には。もう黒田さんになった時点でもうあとは知ったこっちゃねえっていう感じの、もうやけっぱちなんで、安倍さんが今入れてほしいんじゃないですか、安倍さん的には。安倍と黒田的には。だから、どうしても上げたいところを外国勢に売り浴びせられたっていうところだと思いますけど、あ、1000億入ったみたいですね、やっぱり。だから午前に入れたんだけど、午後に売り叩かれたんじゃないですか。いやー、だから日銀が入ったとこで売り逃げた感じですかね。まあ、そうかもしれない。だって食午わ前れとてんじ午後ゃないですが、か、もう、完璧に。だ午後午前と午後が、だって、午前と午後が、だって様相が全然違うじゃないですか。僕、プロじゃないけど、ちょっとこれ、ここの相場とかよく知ってるプロの方が、リスナーの方でいたんで、後で聞いてみますけど、絶対おかしい。なんか日本の金がなんか蝕まれてる気がしないでもないで。ドイツとかどうなんですか？ドイツの経済とか今。いや、やっぱりこのコロナがヨーロッパ大陸で広まったので、ヨーロッパの株は落ちてますよね。で、こう、いい感じなタイミングでイギリスがヨーロッパ大陸との関係を断ったじゃないですか。立った。イギリスすごい。そイギリスさすう。が。MI6 すごいタイ天ミング才でですすよね。ね。いや、絶対なんかこう陰謀論じゃないけど、おいおいって感じじゃないですか。今のこのこと思えばね。じゃあ、切りさ離すしが。て、多分向こう物と人の行き来っていうのは、まあ、ゼロではないけど、ある程度は減ったと思うんですよね。すごいなっいてや、いう。これ、だって EU、これ大変なことになりますよね。だって誰がこれを補填していくかっていうか、結局ね、いいときはいいけど、まとまってるときって、悪くなってくると、これもう、ドイツなんかは、例えばドイツが頑張ったって、他の国が引っ張っちゃったらどうしようもないですもんね。
いや、そうなるいとや、やっイぱギリりス、EU す会議ご論い。みたいなのが出てくるんですよね。いや、EU 会議論ですよ、これ。で、まあ、うまい時期というか、そのなんか、めちゃくちゃになる前にイギリスだけ逃げちゃったみたいな。だ、EU 会議がこうやっぱり民族主義系っていうか、そのヘイト系の政党とね、相性がいいわけですよ。それがちょっと怖いですよね。今、あれですよね、そちらのドイツの 首相の女性の方、メ名ル前ケル。忘れ、名前が、メルケルさんの与党が結構地方議会で負けてるっていう、バイエルンの州議会とか、あんなところで、キリスト教なんとか党とかですよね、確か。そうですね、キリスト教同盟って言われてますね、日本語だと。ってことは、メルケルさんももう終わりというか、まあ、あの人はもう任そ期の切っ流れ。てるんで、次誰やんだっていうんで、CDU っていうそのキリスト教同盟の中ではね、次の党首を誰にするんだっていう感じで、なんかうじゃうじゃやってますけど。じゃあ、ドイツの政治も結構まとまってないというか、あんまり安定してない感じなんですかね。そうですね。なんかナチ的なやつもなんか出てきたっていう、ちょっと前に見たんですけど、あれはどうなんですか、日本第一党みたいな、よくわかんないナチ党みたいなのが。案外議席取ってるんですよね、あれも。そうなんですよ。こうあ年れ々増えはてるっていうか。結構人気あるんですか。一部のやつらに結構あっちゃった、 N 国みたいな感じになってるんですいかや、ね。そんな弱小じゃないですよ。だって国会にもそこそこの議席持ってますから、マジっす泡沫か。政党ではないですよ、もじゃあ、フランスのなんか、ルペンがやってる、あれぐらいの感じですか。そこまでなんです近いか。ものはあるのかな。そうなの？いや、あのね、地方議ドイ会ツでやば強いい。んですよ。いや、地方って強いってなったらやばいじゃないですか、国政も。そうなんですよ。だから国政でもこう毎回じわ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 上げてるんですね、議席数を。で、やっぱり大都市から離れるほど支持率が高いんですよ。そこはやっぱ日本と一緒なんだ。いや、ドイツってなんかすごい、なんかこう、もっとこう、頭良さそうな感じだけど、やっぱり世界中もどこでもそんな感じなんですね。だって日本だって多分やばいですよ、これから。日本第一党とかも、この前地方議会で取っちゃったし、一人。N 国だって37人いますしね、地方に。だから本当に国会議員、まあ、N 国だって国会議員一人いますからね、一応。だから日本だって、そのなんかよくわかんない大日本帝国をもう一回再びとか、よくわからんことを言ってくる人が、政党でとかもが。日本とちょっと様相が違うのは、その日本の、その日本第一党、そういう感じの政党が出てくるのって、そういう人をすごい好きな人が地方に多いっていうよりは、もうなんか選挙自体があんま行く人いなくて、で、やりようによっては入るみたいな、N 国式っていうんですか、そういう感じじゃないだですか。から今のところ航空の科学とか、あそこら辺がやったことを、N 国がやって、今のところはそのなんか抜け穴っつうのかな、そこを狙って今やってる、今そういう状態ですね、日本は。でもドドイイツツはの違右うんで翼政党の場合は、そういうのを超えて、もうなんか支持者が出てっちゃってるんですよ、無党派層の支持者とかが。だから深刻度は全然違いますよ。AFD っつうんですか、ドイツの極左、そう極そう右。そう。じゃあ、ドイツ結構やばいですね、それ。それのバックボーンにあるのは不景気だからですか？いや、関係ないですね。これ、AFD が出てきたのはもう10年、移民とかの方が大きいと思います。そうなんだ。やっぱ移民への、なんかこう、
なんか移民に、なんかこうなんとか優遇しすぎてるから、この野郎みたいな感じですか。移民じゃなくて難民ですね。うん。シリアの時にすごい大量に入ってきうん。たんですよ。うんうん。で、ドイツだけでなんか200何十万人とか。あ、本当に。で、EU の中でもやっぱり一番受け入れてるんですよね。なんかドイツが一番なんか難民に優しい的なこと聞いたことありますけど、向こうそうの。そう、だからそれがなんか裏目に出て、やりすぎじゃねえかっていう話になっちゃってんだと思いますよ。それは要するにドイツ国民的にはそんなに優遇されてないのに、あいつらになんで優遇するんだみたいな、そういうことですか。そういうふうに思ってじゃなるくて。層もあるんでしょうね。なるほどで、やっね。ぱり大都市と地方でそういう経済の温度差ってすごいんですよ。で、やっぱり旧東ドイツ側っていうのは今でもやっぱり貧しいんですね。あ、そうなんですか。で、フランクフルトなんかはやっぱりこう高所得で街も金持ちだし、うち金持ちじゃないですよ別に。だけども、なんていうの、ちゃんとほら大企業に勤めてるって人が多いわけですよ、フランクフルトあたりは。大都だ市けど、なんはか、結構お金も。そう、チェコとの国境の方とか行っちゃうと、でも全然収入の水準が違うんですよね。なるほどね。それは要するに日本と同じ感じですか。一極集中でやっぱり仕事がないから、どうしても地方はっていうことですか。ドイツは比較的、その金融はフランクフルト、政治はベルリン。で、貿易はこうケルンの方で、こう割と分かれてるんですよ。で、何もかじゃあ、も一どこっ極でていはう、ないですね。一極ではないですね。まあでも、だけ経済がど、とか、こ、経済で特にやっぱり旧東ドイツ側っていうのがやっぱり貧しい傾向にあるんですよね、それいまだは、に。いまだに、それはやっぱり、溝が埋まらなかったっていうことですか。金とかもかなり投資してやってたけど、結果やっぱりそれが変わらなかったと。それが今のその格差を生んでるっていうか、それになってるっていう。ただこう行き来の自由とかはあるんで、そんな、でもやっぱり大企業がわざわざあっちに拠点持っていくとかしないじゃないですか。確かに。で、あっちに行くか、やっぱりアマゾンの倉庫とか、そういう土地、安い土地が膨大にあるんで、そういう企業は行きますけどね。だ、倉庫とか多いですよ。なるほどね。でも倉庫があっても、そこで働く人が稼げるかって言ったら、そうでもないですもんね、絶そう対なんね。ですよ。食いぶちにはなるけども、それほどなんか豊かな感じはしないじゃないですか。全然思わない。全然思わない。いやー、そうなんだ。なるほどね。いや、なんかこう、こちらから見たらドイツっていうのはやっぱり先進的なことで、なんかこう、よくこちらの人たちが言う論法で、ドイツではこうでとか、なんか海外ではこうでみたいなモデルケースで結構ドイツが見られてるんですが、結構ね。だけど、そのドイツもかなり根が深い問題がこうあるような気がしますね、これ。まあ、それはもちろんですよ。でもこう、すごい思うのは、これ、あれだけのことしたナチスのことを称賛してるナチスをもう一回みたいな人が、やっぱりヨーロッパでも出てこれちゃうんですねっていうのが、ちょっとね、なんか僕もなんか風の噂では聞いてたけど、はあと思いますね。ちょっと、他の話でもいいですか？その、あの、ケブ、あの、ケバブさんは、そのドイツで、なんかお仕事されてるんですか？で、私はこっちで結婚して、
で、子なん供かができ政治て、のこととか、やたらと詳しいじゃないですか、ケバブいさんや、よりやたらも。となんて詳しくないですよ。詳しくないですよ。うさあ。いや、みんな聞いてるじゃないですか、何千、なんか結構な数みんな聞いてますよ、ケバブ。僕も聞いてるけど。ありがとうございます。ただすごい詳しいのは多分原発より後ですよね。それなんで原発の時にいろいろ考えて国会を見るようになったとか、そんな感じですか？そうですね。いや当然日本でこうなったら原発はなくなって、ね、事故は起こしたんだからっていうふうに簡単にいくものだと思ってたんで。野田明彦が再稼働するっていう時は本当にびっくりしたんですよね。いや、本当ふざけんなって思いましたけどね、僕も本当に。で、それからそういうこことのはニュ国おかしいなっース。て思うようになって、つまりそれ言ったらこの国だけじゃなくて世界全体おかしいこといっぱいあるんですけどね。まあ確でかに。もあれ、やっぱり原発をきっかけにそういうおかしいところとか辻褄が合わないところをこうウォッチするようになったっていう感じですね。なるほど。それはもうその当時にはドイツにいらっしゃったんですか？もういました。じゃあそちらから見てて、どうなっちゃってんだろうという感じで見てたと。そうなんですよ。で、ドイツの方もすごいこうね、ほら、脱原発といえばドイツみたいなとこあるじゃないですか。だからみんなドイツ見習い的な感じでありますね、それは。そう、だからその福島をきっかけにドイツでもその機運がすごく高まって、で、ドイツにそういうイベントに参加したりとかね、そういうこともしてたんですよね。もうドイツではもうほぼ作らない方向ですよね、原発は。もう新設はないはずです。で、今何年計画でこうじゃあ次々に消していくっていう感じで。いや、だから悔しいですね。日本が世界で一番それをやるべきなのに、むしろそれを見てた国の方が進んでるみたいな状態でそうすなんよでね、す今。よ。だから、あの後僕も3月11日は東京の杉並にいたんですが、あの時に山梨に疎開して、それでツイッターで情報を見て、もうさすがにもうこれで原発は当然終わりだし、当然その人々のマインドが変わるだろうなと思ってたけど、もうすぐに1年も経たずというか、1、2年でもうマインドが戻っちゃったみたいな、そういう感じを記憶でありますね。そうですね。結構びっくり。で、太郎さんが出てきて。で、ケボブさん、コメントでいただいたの、僕、今日初めてだと思うんですけど、僕のチャンネルとか見てくれてたんですか？それとも今日初めてちょっと寄ってみようかなと思ったんですか？毎回ではないですけど、実は結構前から見てました。あ、そうなんですか。サイレントな感じで見てたんですね。そう。あざーす。いや、それで、この前、チャオさんとか、チャオさんちょっとと待っの、てください。ちょっと待ってはい、くどうださぞ、い。どうぞ、どうぞ。聞きたいことある？書いといてくはい、だチャオささい。ん。誰かはい。来た。子供が帰ってきたね。本当に。大丈夫？大丈夫です。チャオさんと話す機会があって、その後ケバブさんの話をしてて、で、今日ケバブさんがいると思って、こ れで話したいなと思ってて、まさか今日話せるとはと思ってたんですよ。最初のきっかけは山本太郎の例の土佐回りの動画とかを一時結構よく見てて、そうすると高久さんのが結構関連に上がってくるんですよ。最初の頃は僕ぐらいしかいなかったみたいなんで、だからその頃から知ってます。そうですか。で、だいぶ前ですね、本当。5月、6月とか。そうですね。
いや、なんか、ありがとうございます。ステルスでなんか、聞いてました。いや、なんか恥ずかしいな、なんか。まあいいや。 いや、なんかそれでケバブさんのやつも僕が見てて、それで、チャオさんがケバブさんと仲いいというか、なんかおっしゃってたんで、あ、そうなのって感じで、それで今日ケバブさんがコメント書いてくれたから、あ、ケバブさんもチャオさんもいるとか思って それで、じゃあちょっとケバブさんと話してみたいなーってちょっと言って話せたという、すいません、なんかこうノリで言ってし、ノリでこうなってしまって、すいません、今い更ですやいやいや、こが。ちらこそ。アジアのヘイト、ん？ドイツはコロナの件からアジアのヘイトクライムはまだ起きてませんかってことです。昨日かなんかスタジアムから日本人の観客グループがつまみ出されたっつって、で今日チームが謝罪してましたよね。なんでつまみ出されたんですか？それもしかして、それは差別的なことで日本じゃな人くだかて、ら多なんか、分コロナだからっていう話だと思いますよ。それ結構やばいっすね。ドイツは民族的主義、独裁的な人がいても少数なのに対し、日本はそういう人たちが、そういう人たちを是認している人たちが多数なような気がするんですが、実際はどうなんでしょうかっていう、どうでしょうか、ドイツも差別的な人多いんですか？まあそれはいなくはないですよね。ただ、教育を見てても、もう本当、幼稚園ぐらいから肌の色が違うとか、家庭での言葉が違うとかっていうのを、それは当たり前なんだよっていうことを結構徹底的に叩き込むんですよ。まあ、それでもでなる人もはそなりれ、ますけどね。まあね、でも日本はないですもんね、そういう教育自体があんまりね。そうなんですよ。で、私は割と都市部に住んでるんで、子供の幼稚園からやっぱりいろんなのがいるんですよ、世界中。ほぼ全大陸から誰かが来てるって言っても過言じゃないぐらい。あれ、ドイツって永住権とか、その国籍はもうそこに生まれたら取れるんですか？生アまメれリたカらみ取たいれに。ます。あ、じゃあ2どうか世な、はみ生まれんただけな。では無理。生まれただ生けまでれはた無理だかけもでしはれ無ない。理。どっちかの親があ、国本当籍に。持ってないと。あ、そうなんですか。じゃあアメリカより厳しいんですね、どっちかというと。アメリカほどではないですね。本当に。まあでも日本も確か、日本ってどうな、日本ってどうなんだろうな。失念してる。日本ってどうなの、みんな教えて。日本の国籍って日本で生まれたら日本国籍取れるの、それともどっちかが日本人じゃ生なまいれとて日も本ダメじでゃない。すよ。だって籍入れらんないから、戸籍に。で厳しいんだ、やっぱ日本の方が、日本は。日本の方が全然厳しいですね、それ言ったら。確かに。で、なんかドイツは、なんかこう、僕ちょっとすいません、なんかこちらがいろいろ聞くことになっちゃって、ちょっとあんまりドイツに住んでる方、僕友達がいなくて、ドイツはどうですか、なんか暮らしというか、日本に比べていいとこと悪いとこっていうか、いつも何度も聞かれてることかもしれないんですが、申し訳ないが教えてください。子育てとか、いわゆるね、人生一貫で考えると住みやすいですよね。で、まず教育にお金がかからない。これこれ大が学大きいまでですですか、ね。やっぱ。大学まで。大学まで、大学まで。あ、大きい。今日、あれは医療とかどうですか？医療も、保険料少し高めですけど、基本的に負担はゼロ。いいですね、ドイツ。じゃあ、ちょっとドイツ、ここはちょっとドイツ、あれって思うとことか、どこですか？政治的にとかっていう、経済的にとかで言ったらあんまないかも。じゃあ、いい国じゃん。
めっちゃいい国やん。みんな、まあ、移住だな。みんな移住だ、移住。移住しよう。なんかだってさ、うーんって考えて、特にないかもっていう答えだよ、これ。みんなどうする？これ。ねえ、どうする？俺たち。やばいよ、これ。ドイツいいじゃん。日本よりいいって、みんなやっぱ。じゃあ、俺たちも難民で行くか。これ。日本はもうろくでもないですよ、これ、ほんと今。で、ご存知だと思うんですけど、僕、猫カフェを経営してて、もうお客さん来なくてどうしようってとこですもん、今。で、保証もなだいし。からね、この今の大変だけども、まあ、いずれね、コロナってもずっとは続かないから、いずれ下火になると思うんですけれども、そこでね、なんかその経済的な問題に改めて目が行くわけですよ、社会が。いや、そうですよ、もちろその時にね、なんかもう焼け野原じゃないけども、手が出ないような状況になってないかなっていう。ん。いや、なってますよ、なると思います。ですよね、なんか想像しただけで恐ろしいんですね。いやいや、もう別府はもうすでになってますから、ホテル業ばっかりなんで、旅館とか、あと個人のところとか、大手もまあありますが、もうほとんど工場とかないエリアなんですよ、別府の温泉だから。だからもろに今の影響をもうがっつり受けてるんで、もう そう、し来かるも業者という九か、州で、韓国の時から来てるじゃないですか、その波が。来てますよ。そうです。もうだから湯布院はもうすでに終わってます。そうですよね。で、もうこのコロナの前に終わってます。そうなんですよ。だからニュース見てても、韓国の外国人観光客の中で、韓国人が占める割合って、なんか3割とかなんですよね、全国で見れば。だけ全国ど、で3その割、九そう州は九州もっ地と方多いとです。かに限ると6割とかなんですよ。だからそれをね、よくご存知で。全国で見るっていうこと自体がナンセンスなんですね。そうでしょ？そうなんや。そう、だからそれが去年のあれ、夏ぐらいですよね、ホワイト国云々っていうんで、人が来なくなったのっ町なて。んとかこうとか言って、ろくでもないことやっててね。そうですよね、これ、あの頃あれ、から、そう、なんかこう、ビンタされてビンタて、されてて、それで今、グーパンみたいな、そういう感じですよね。いや、今だ倒かれらダてメーるジとはころね、から、倒れてるところからさらに鞭打たれてる感じ。そうですよね。だから本当は余力がないところに、こう、なんか大波が来たみたいな感じで、九州は深いや、刻だなんかじゃら、ないかなって。九州深刻だからね、韓国人が来なくなったわけですよ、最初ね。で、韓国人来ないから、中国人呼びましょうってなったわけですよ、まず。で、中国人一生懸命プロモートして、中国向けのホームページとかみんな作って、中国人で取り戻そうって言ってたらコロナ。で、増税と来てコロナ。で、もう今、日本人も来ないじゃないですか。今、だって外出規制だからね。外出、もしくは、だって温泉なんか入るわけないから、そんな今、コロナで。だから、もう外国人、ほとんど、もう別府なんかだというと、実際、中国人と韓国人だけで約8割。8割のほぼ来なくて、で、日本人も来ない。で、さらにみんな、ここに住んでる人たち自体も動かない。どこか買い物行こうとかもしない。だからホテル業は最初から弱ってて、さらにそこに勤めてる従業員とかも解雇とか、そういう状態にあった中で、唯一残ってたサービス業、他のサービス業も今回でもう大打撃って、そんな感じです。だからもうね、これもう1ヶ月2ヶ月スパンですよ、潰れるの、みんな。だそうかですらね、私は34月ま月でにと入っか。たら、ドミノ式に出てくるんじゃないかなと思ってるんですよ。出ると思います。今、今回の確定申告で終わそうっていう、だから年齢が高い、例えばそのお金が全もうほとんど赤字で儲からなくて、もう65とか70とかいう店はもう絶対閉めるじゃないですか。今まで頑張ってたけど、まあでも、もう儲かんないしって言って、これでもうだからやめちゃうし、今僕は45なんで、僕らの世代なんかはもう無理だから、もう一回東京帰ろうとか、あとサラリーマンに戻ろうとか、商店主とかだともう安くてもいいから、
ていうような流れにもなってきてますね。だから今日ちょっと国民民主党の玉木さんがライブやってたから一生懸命訴えてたのが、とにかくフリーランス自営業家族経営のところに早くお金入れてくれないと辞めちゃいますよと、みんなで一回辞めたら、もう一回辞めたら立ち上がれって言われちゃってもう無理なんですよ。だって出ちゃうから。例えばうちの猫カフェを辞めますと、だから辞めるときに更地にして辞めるじゃないですか、全部ぶっ壊して。それでうまくまたやりましょうって言ったときに、またいくら何百万かけるんですかみたいな。だから本当は経営、普通自営業は自分たちも何百万かかけて開業してるから、みんな何百万何千万ってかけてるから辞めたくないんですよ、みんな。辞めたくないから必死に最後まで頑張るんですよ。従業員切って自分一人で朝から晩までやってっていうので頑張るんですよ。でももう無理なんですね。これはもう本当にみんな、多分僕だけじゃなくて、僕たちだけじゃなくて、全国の自営業者、接客業、特に北海道の人とか、まあもちろんうちの九州もそうですけど、本当にもうっていうところで、じゃあ今ね、とにかく商品券でもいいし、現金支給でもいいし、何か真水を打ってくれれば、コロナウイルスが収まるまでなんとかねやりましょうってなるけど、今のところね、国会見ててもその議論にはならないんですよ。だからもう本当に何か何ヶ月か後に保証しましょうなんて言ってる時にはペンペングさんも生えなくなるかもしれないですね。いや、そのね、正規非正規を問わず雇用されてる人に保証、しかもそれ保護者限定ですよね。小学校の子供がいる保護者限定で、そういう問題じゃないと思うんですよ。いや、そういう問題だから、あれは差別を生み出しますよ。だからこの人は子供持ってるからやめて、だって5人いてね、例えば従業員が5人いて小学生の人が休んだとしますよね。でその人は休業保障もらえるからいいと。でも4人の人はいないと、それと絶対この人が帰ってきた時に文句言われますよ。そうね、そういうのもあるし、その学校がないことによって仕事がなくなった人、例えば給食関連だとか、そうあとは非正規の教員とか、あと用務員の人とかね、あといろいろいっぱいいます、業者も。じゃあその人たちはどうなるんだっていう話になるし、だからその企業助成っていう形でやるっていうのがもうそもそも形としておかしいんですよね。僕もそう思う。だから個人で行かないと、もう個人に配りますと、そうそう直接、でこれはやると自分、企業助成で入れたら、それまあ仮にね、がめられたりすることもなく労働者の手元まできちんと落ちたとしても、いつの話ですかっていうのもありますよね。そうですよ。だってそれ経営者の方が申請しなかったらやれないし、そもそも、でいつもそういうのって遅れるんですよ、1ヶ月とか2ヶ月。だって先にくれないから絶対、でその遅れる時に、しかもね、大体そういう助成金とかっていうのは役所に行かないとダメでしょ結局、でそのこちら瀕死の状態で朝から晩まで働いてるんで役所行けないんですわと、そもそも。だって一人でやってるから、みんな僕だけじゃなくて、ほとんどその瀕死の人たちはもう従業員切って切って切って、で自分一人かご家族でやってるんですよ。だからそんなことできないと、もうだから本当ね、やっぱ分かってないんでしょうねきっとね、そういうのが先生たちというか、でも今日玉木さんがちょっとそれに言及してくれてたんで、もう早くねそれやってほしいなって私は思いますが、まあ私が潰れるっていうだけの話ではなくて、一回そういう店を潰しちゃったらもう本当にウォールマートとか、そのなんかイオンとか、ああいう大きな店しかない地方都市になっちゃいますよみたいな、どこもかしこも、そうすると大企業の撤退が自治体の終わり目みたいになっちゃうんですね。そうだから350万社日本はね、その中小零細があって、でそれが
この日本という経済を下支えしてるなんて誇らしげに言ってるけど、その我々が、もう本当に瀕死と。だからもう我々が死んだら、我々がいなくなったらまあいいですよと。でも誰も雇用しなくなるから、結果日本は壊滅ですね、これ。そう、だからもちろんね、今そうやって個人の口座に振り込んでっていう、その個人レベルでのいくら保証するとかっていうのはね、今はありだと思うんですけれども、ただ、同時にこのコロナが一段落ついた時に、こう日本中のでっかい地盤沈下が来ると思うんですよ。いや、だからめっそちゃれに来ます備よ、そえれ。た、なんていうんですか、マクロ的な経済の対策っていうのを、やっぱ事前にプランしておかないと、ああ、なっちゃいましたって言ってからね、あっちこっちに絆創膏貼るようなやり方では間に合わないと思うんですよ。いや、これはね、ものすごいことになると思います、僕は、本当なに、りま肌す感ね、覚私とだしかて。らね、ぶっちゃけね、コロナよりそっちの方が痛いと思ってる。いや、痛いし、自殺者増えると思いますよ、本当に。だからもう、その自殺者も増えるし、経済的なことでもう本当に困窮してるし、本当に、だから冗談抜きでドイツに移住してする人とかもいると思います。力がある人はね、海外に行けるような、ちょっとこう、余力というか人脈とか、語学力も含めてる人なんかは、僕の弟子なんかは、カンボジアで今、マッサージ店やってたりとか、やっぱり、その海外に行っちゃうんですよね。だって日本だと、もう本当に何の保証もない上に景気が悪いから。だから、だから今回の景気の悪さって日本だけの問題じゃないじゃないですか。そう、世界、中国が中心でね。そうだ、それもね、結構気になってるんですよね。だからどこのこれ国ね、中、も自分どこ支えるのに結構精一杯で、でそうするとやっぱり足腰の弱い国から沈んでいくような気がするんですよね。確かに。いや、本当にそうだと思いますよ。これ、今、まだアメリカがなんか粉飾かなんかでやってるからいいですけど、アメリカがね、まだ。これ多分アメリカの方も多分、これ連動していくはずなんですよ、中国がこんだけ来てるんで。これ大統領選まで持たないと思うんですよね、アメリカ、いや、今だ今かのら、景今気。一生懸命、だけど今一生懸命カンクル剤売ってるから、これダウが1300円とか上げてるから、まだっだてアメ秋リまカとしては、でいけるんですかね、いや、トラカンンフプルは行っ剤てだほけしいで。と思ってるんです。いやいや、トランプ的には何をしてでも、11月3日までは何をしてでもこう言ってほしいとやると思いますよ。あらゆる日本を脅してでも、戦争をちらつかせてでも、それこそ何してでも、彼の性格とやり方だとしたら。でも、持たない可能性は結構ありますだってこれもまたアメリカだけの話じゃね。ないじゃないですか。アメそう。リカが物を売ろうとしても世界に買う人がいないっていう状態になればやりようがないんですよね。だからドーピングにもまあ限界確があかるとに。思いますよ。そうそう。だからインドにとか行ってたんじゃないですか、先週。先週？何日か前にインドのモンディに行って、じゃあ中国がダメならインドだみたいな感じで。人が多ければいいのかっていうね。いやいや、まあなんかそんな感じ。だって奥さんと2人で行って、で、モンディに全拒否されて、拒否られた。インドは保護主義だから、アメリカなんかいらねえみたいなことちょっと言われちゃったりなんかして、だからもうちょっとトランプもやばいんじゃないか。だけど、まあ僕的には、もう私、日本のためを思うんだったらバイデンじゃなくてバーニー・サンダースが勝ってくれたら、なんかちょっと嬉しいんで、トランプが落ちること自体はいいけどね。ただ、アメリカ経済がマジで沈んだら、これも本当に世界戦争になっちゃう可能性があるんで、それがちょっと怖い。インドに何か売りに行ったんじゃなくて、EPA じゃなくて ETC だから、なんだっけな、FTA だ。FTA だから、貿易協定をモンディとね、結びに行ったら拒否られたっていう。そうですね。いやだ、あれね、ちょっとケバルトさんにお聞きしたいんですが、ケバルトさんのその知識はやっぱりインターネットで仕入れてるんですか？それともチャオさんと電話したりとか、そういう感じで直情報で仕入れてるんですか？どの辺の知識ですか？
いやいや、今話してる知識今だけ話してたど、のは、まあネットですよね。まあネットですよね。で、私別に株とかはやってないんですけど、YouTube の株解説の番組とかは結構見てます。神尾 TV とかですか？ああいう陰謀論的なのはね、神尾とか、だからこう話半分、あれっていや、話半本当の分でとすよ。ころもあるじゃないですか。例えばバッタの大群の話とか本当だし、ただなんかそのコロナを誰が開発したかとかっていうのは、そこはこう切り抜いて捨てるみたいなね。まあ、コロナは、まあ、多分作ったことはないだろうなと思うんですけど、結果的に中国的にはこの野郎と思ってるとは思いますね。中国的には誰か作ったんじゃないかと思ってるんじゃないかなと私は思いますね。でも事実としては本当にただたまたま出ちゃっただけだと思うんだけど、それをアメリカとかがうまいこと利用してることはあるんだと思うけど、そこなんたかだ、私たちがどっから来たかっていうその由来を一生懸命考えたところで絶対に分かるはずがないし、で分かってもしょうがないじゃないですか。知的興味はあるけどね。でも僕ら科学者じゃないからどうせ証明できないし。だからあんまそういう問題はこう関係ないっていう感じで切り抜いていって。いやでもね、僕思うんだけど、ケバルトさん、ドイツで勝ち組な感じじゃないですか。なんなんでていうですの、か？ほら、日本大変ねみたいな感じでいけるわけですよね。だけど、それをこう日本のリスナーに向かってこう情報をシェアしてくれるって、その動機はどこから来るんですか？やっぱりね、心配なんですよね。いや、だからいい、なんか優しい人だなと思ってね。特にいや、政治が。だって今さっきね、僕聞いたのはドイツの危ないとこ、やばなところ、みたいな感じでね、ドイツ行けてるみたいな感じだったから、なんかこう別に日本のその面倒くさいリスナーに向かって、こうなんていうの、こうわざわざ発信しなくても別に生きていけるというか、別にどうってことないじゃないですか。なのみに、たいななんか感一生じ、懸命みんなに教えてくれるね。ドリフターズで志村がいろんな扉出たり入ったりしてる間に、知らない間に後ろからお化けがついてきて本人気づかないっていうシチュエーションあるじゃないですか。あの時観客から「志村後ろ」って、あれ、俺言ってた言ってた。俺叫んだ。ああいう感じ。 お化け来てるよ的な感じ？こう、みんな、志村、志村みたいな。まあ、志志村村後聞こえてんろだっけど、て聞いう。こえない。そんな感じ？もうお化そけん来なちゃっ感てるじ。感じ？やばいね、それは。これやばい、やばいね、これ。みんなそんな感じだって、お化け来ちゃってるって。じゃあ、あれなんだ、やっぱドイツとかのこう観客席から見ると、ドイツというとこ、ちょっとこう、国境を越えて、こう見ると、もう日本は、もうなんか、お化けがこう、もう、なんていうの？もうすぐ志村が気づいちゃうぐらいまで来てるぐらいな、そんな感じですか？必ずしも外国がそれに気づいてるかって言ったらそうではないと思うんですね。やっぱりまだ日本のこと先進国だと思ってる外国は多いし、一般の人はまああれほどの国がっていうイメージですよ、まだね。先進あ、国そうですでか。日本人は大しお金もあるしみたいなね。でも内情はちょっとやっぱ変わってきてるんですね。少なくともお金に関してはちょっと変わってきてますよね、事情が。でもそいんや、なもう、まあ、事情確は実に変わっ海て外ます。までは来ないんですよ。なるほどね。だからみんなまだ日本って言ったらなんかお金持ちでとか先進国でって思ってる人が多いですよ、やっぱり。それはドイツのある程度読書階級の人でもそう思ってるんですか？新聞を細かく読む人になると分かんないです。だけど、まあ普通のサラリーマンとかそこらぐらいだと、やっぱそんな認識なんですね。まあ経済誌とかの小さい記事まで割と気にしてる人は気にしてる人ちょっとは、気づいてるかもしれないですけど、
まあタブロイドとか読んでる人は知らないでしょうね。ああ、なるほどね。そうなんだ。いや、じゃあそれは面白かった。ケバルさんが放送してる動機はドリフターズにある。志村後ろですよ。いや、世代がわかる、世代が。 いや、でもね、ほんとそれはね、的を得てるわ。まあ、僕は当事者なんで、日本にいて普通に経営してるし、普通にこう自分みんなと同じ痛みをこうナウで感じてるわけだけど、でもそのやっぱり僕もやっぱ放送してる動機としては、やっぱりこう本当にやばいよねっていうことを共有したいというか、それはあるんで。特にやっぱり非正規とか、あと零細個人事業主っていうのが結構地盤沈下してるんですよ。だけどそういう層で発信してる人って意外といないんですよね。そうですね、本当に、もう全然ないですね。はい、結構勝ち組じゃないけど、いけてるぜって言ってる人の方が YouTube 上っていうか、かなり多いので、そそう、の、株でいくら儲けたとかね。そうです、そうです、あ、そうです。まあ、その株を持てないですからね、本当の庶民は、こちらも。そもそもね。だから、そもそも、で、株って何みたいな世界なんで、その、日経平均がどうこうっていうのも、もう、ただ、大多数の日本人は実はそういう人たちで、その、週末になったらパチンコ打ち行ってみたいな、なんか、イオンモールとか、なんかね、別府で言うと夢タウンみたいな、そういうちょっとした、スーパーというか百貨店みたいなとこで週末はちょっと楽しんでみたいな、ユニクロの服を着てで、みんな働くみたいなのが大多数なんですよ、本当はね、人口的にも。で、株なんて持ってる人は本当にごく少数で、まあ、たまにいますけど、その、そういう人が本当の日本国の国民なのに、実際その、その決まってることっていうのは、そういう株を持ってる人とか、会社勤めてるのも、もう本当に大企業というか、上場企業に勤めてるサラリーマンとか、もしくは株主とか、そういう人たちが声みたいな感じで、やっぱなってますよね。で、そういう、なんか、で、その人たちから言わせると、たまにそういう人と話すと、いや、それはなんか、株とか買ってないお前らが悪いんだみたいな、そういう論調って結構あるんですよ。なんか、勉強してないお前らが悪いみたいな、もっと努力すれば俺たちみたいになれるのに的な、なんかホリエモン的な、だそういうね、考え方とかどう思われますか？なんか頑張りゃ別に貧乏抜け出せんのに、頑張んないお前たちが悪いんだみたいな考え方。いや、わかりますよ。で、まさに日本がそうで、でね、多分こう、まあ、ドイツなんかと比べて決定的に違うなっていうのは、はあ、ね、やっなんぱりで？ね、何何？全部自分でやってるんですよ。大学に行く、お金を準備するのも自分、受験を切り抜けるのも自分。だからやっぱり大学が自己実現のために行くところなんですね。だけど例えばドイツみたいにタダで行ける。で、ある程度頭のいい人しか行けない。もちろん誰でも行けるわけじゃないんで、大学って。そうするでもとただでやっはぱ生きり、てると。そう、選ばれたっていうか、試験っていうか、試験合格すればただで生きると。試験っていうシステムじゃなくて、こう小学校が終わってから中高の間にやっぱりね、されていくんですよ。で、進学校とそうじゃない学校みたいな感じで、小学校5年生から学校が分かれるんですね。そうなの？小学校5年そう生なんで。ですよ、5年生から。ほら、で、そこで大学進学コースの学校に行くか、まあそうじゃない学校に行くかっていうんで、カリキュラムも違うんですよ。だから、その大学進学コースのところに行っても、きちんと成績取ってないと落とされるわけですよ。そうそう、ギムナジウムっていうシステムですね。
で、それを高校3年までダーッと行って、で、まあ卒業試験みたいなのがあって、それでこうなんか大学入学資格みたいのがもらえるわけですね。だから一発試験ではないんですよ。なるほどね。じゃあ、小5の時にだいぶ変わるんだ、人生が。そうです小ね。5で決めるっていう。なるほど。そうですね。だからその、私は大学はちょっとしんどそうだから目指さないって言った人でも、そこで成績が良ければ、そのギムナジウムに編入してくるっていうこともあるんですよ。そうなんですか。でも最初にギムナジウムに行ってもついていけないと、そこからまた違う学校に、はい、もう君大学はいいですって言われるようなもんなんですけど。で、これ大学行かない子は高校とか出て、それでなんか専門職に入るとか、そんな感じですか、職人とか。そうですね、まあ、必ずしも職人っていうと、そのなんつうの、大工とか手仕事っていう、そういう話ではなくて、例えば医療事務とかね。そうすると、中学卒業あたりから医療事務を専門に教える学校と、実際に病院で医療事務の、そのなんていうの、インターンみたいなのをこう二足のわらじで2、3年やらせたりするんですよ。そうするとそうそなのんです人か。は専門職があるわけですよね。医療事務ができますみたいな。これドイツ、やっぱ教育いいですね。私はね、敗者復活があるのがいいですね。いい、すごくいい。例なんか、えばね、その大学には行かないコースを選んで、例えば医療事務のエキスパートになったと。で、何年か働いたけども、やっぱりオラ大学行きたいってなった時俺に、も行きたい。もう一回やり直せるんですよ。めっちゃ行きたい。ただ俺もで。やっぱドイツ行きたい。俺も大学行きたい。これ何？社会人も行けるんですか？国籍持ってれば。いけます。で、勉強すれば。いけます。マジか。ドイツ行っちゃおうかな、これな。いいな。だから私の知り合いにだもいからるんで大すよ。学俺で、も全然勉強嫌いだから、なんか大工さんっていうか職人みたいのになるって言って、建築業なの、本当の職人になったんですけど、やっぱきついし安いし、あ、これはダメだって言って、で、そこから高校にもう一回入り直して、で、大学入って、だから大学入学したのが28とかですね。そなんれかもそたれだもないいんでですすよ。ね。いいわ。やっぱそこは大きいな。日本ないもん、絶対。そんなありえんもん。だってまた、一発しか資も格で一自分発で試金払験いでだしもん。ょ？一発試験でしょ？そう。そう。一発試験。18の時まで、まあ、もっと早い人は小学校とか中学校で受験して、いや、そりゃね、なんかね、いい人材育つね、ドイツは。そう、で、おそらくね、これ、まあ、みんなに聞いたわけじゃないから分かんないんですけど、やっぱりその大学出た、そう、なんていうのかな、やっぱり税金で勉強させてもらったって意識はね、あると思うんですね。ありますよ。俺、ただで生かしてくれたら。そしたらその知識とか、その技術とかを100%俺だけに使うっていう感覚にならないんじゃないかなって。まあ、人にもよると思うんまあですけ確かにど、ね、人にもよるかもしれんけど、日本の場合は、僕なんかもそうだったけど、専門学校行った時に、新聞小学生で行ってるんで、その国からなんかもらったとか記憶がないから、やっぱりその自分の力で行ったっていう思いが強くなりますね。だから逆に言うと、そのなんかこう、そういう努力しないで行ってるやつ、僕なんか若い時そうだったんですけど、その努力しないでそうやってやってる人を、お前が努力不足だって言いたくなっちゃう。どっちかっていうと、その国のためとかよりかはもう自分がやりたかったんだったら自分でやればよかったじゃんみたいなことで、なんかこう切り捨てちゃうっていうか、そういうような、こう下地というか。そういう感覚強いと思います。
ドイツみたいな感じで行かせてくれてたら、やっぱこう、あれですよね、本当に自分が行かせてくれてたか、くれるから、自分が余裕が出てきたら、今度は国のためにというか、次の子たちのためにやろうとかいうのは、なんか普通のなんかこう考え方でいくと結構ありうるから、そうするとどんどんリレーができますもんね。だからいいな、ドイツ。いや、これ皆さん、リスナーの人、今日90人ぐらい、これ今見てるの、これ。やばいよ、これ、ドイツ。どうする？みんな。え、なんか、ドイツ良かったねみたいな放送になっちゃったけど、これ、どうするよ、これ。それでなんか、ケバブさんはもうみんな、お化け来てるよ。あなたたち、抜け抜けしてたらお化けに食べられちゃうよっていう放送らしいよ。今度あれだね、このサムネイルにこうお化けが出てたら、そういうことだよ、これね。あと今度俺、ケバブさんのとこ行ったら、後ろって書こう。ケバブさん、後ろって いやー、やっぱりコラボは面白いですね、いろんな人は。で、ケバブさんはほぼ毎日してるじゃないですか。あれはどういう時間帯なんですか？もう夜のじあそちらの夜の時間帯とかなんですか？それともなんか配昼信上げのてそるのでの、すか？そうそそう、夜11時ぐらいですね。じこっゃあちなんのか時こう間家事の。とかいこっちろの時間の。いろ、家事とかいろいろ終わって、それでなんかこう、その後は放送みたいな。そう、国会聞いて、だってそれ数時間かかりますよね、普通に考えても。いや、だからすごいなと思って、国会全部見てるわけですよね、結局。全部はさすがに見てないです。主だった人だけ。主だった人のやつをこう、こう、先の伸ばしとかするじゃないですか、小池晃とか、その好きな先生が質問してるのをそうです見たとね。して好きも、な議員プラスニュースで、こういうなんか爆弾答弁があったみたいな、ピックアップされてる質疑者。でもそれでも2、3時間かかりません？ 2 時間ぐらいは、いや、結かかり局。ますよ。じゃあ、そう、いや、それって相当好きなんじゃないですか、国会とかが。なんか、ケファブさん政治家になるぐらいの熱量だと思うんですけど、これなんかこう、志村後ろのその熱量だけで、それだけできることがすごい。興味って、面白いって言ったらあれですけど、中身面白くないんですけど、興味っていうのはありますよね。でもそれって僕もそうなんですけど、結構その別に株やってないですよ、僕ね。株なんか買ってないんだけど、やっぱ株価見たいし、でもそれって才能じゃないですか、多分。こう見れるのとかも、国会それだけ見れる主婦の人ってあんまり聞いたことない。なんか商売やってる政治家の人とか秘書の人とか、あとなんかそういう商売をやってる人でそういうこと聞いたことあるけど、ケバブさんだって主婦じゃないですか。これが国会見て分析して放送してるって、なんかすごくないですか。しかもリスナーどう結なん構で多しいでょうすよね。ね、ケバブさん。そうですね、おかげさまで。いや、本当にすごい。これ、いや、これだけ見てるってことは、ケバブさんの放送が面白いか、もしくはためになるから見てると思うんですよね。そうですね、そうだとありがたいんですけどね。いやいや、もうリスナーの人はもう正直ですから、面白くなかったら絶対見ないし、聞かないそうし。ですね。で、僕も聞いてないし。いやー、そうなんだ、やっぱり。で、なんかこう、将来、ちょっと、なんか日本の政治家のこの人のちょっとこう、てこ入れしてあげたいなとか、そういうのって、推しの政治家とかいないんですか？好きな政治家は結構いるんですけど、この人惜しいみたいのはないですよね。山本太郎とか割と好きですよ。太郎ちゃん。
どこら辺が好きですか、太郎ちゃんの。いや、やっぱりあの熱量とまっすぐなとこですよね。確かに。ただなんかまっすぐすぎたら危ういところもある。まあ確かに。だから政治で性っもしていう意味まあ、では悪い意味でのね、政治性っていうのはやっぱちょっと欠けててまっすぐすぎるから。でも最近そういうなんか政治性みたいなのを身につけてきてるっぽい感じがするんですけど、でもなんか政治性みたいなのが見え隠れすると結構叩かれるみたいなね。まあね、まあそのまっすぐの純粋なのが好きだから、太郎ちゃんついてるっていう、そういう人たちもいますから、そういう感じで言うと、衆議院のね、そのなんかこう元政治家とかをこう使っちゃったりとか、そういうのはなんかあれみたいな感じで思うって気持ちは分かりますね。ただまあ政治は数なんで、まあ、当然だと僕は思うんですが。そうなんですね。割り切りっていうか、なんていうか、まあ、汚い部分とまでは言わないけども、ね、こう駆け引きみたいな、駆け引きが大部分じゃないですか。とやっぱりまっすぐ戦いさなんんっでていしうょ。のは、そう、彼の魅力だけども、まっすぐだけじゃやっぱり今まで参議院で1人で、なんかちょっと狂った議員みたいな感じのイメージ与えて終わりみたいになっちゃうんですよね。いや、僕もそう思う。だからその太郎さんが本当に一皮むけてきてるのは、そこのなんかまあいわゆる老獪さというか、そういうことですよね、結局。で、僕はそこはすごくその方がいいと思ってるし、そのなんか私はそのとにかく消費税を廃止してくれたりとか、お金配ってくれたりとか、日本がもうちょっと教育にしても、まあいろんなことにしてもこう前向きになってくれるんであれば、もう誰でもいいと思うぐらいなんですよ。で、その中でやっぱり山本太郎さんがこうかなりと突破力もあるし、やっぱり胸に響くし、だから一番最初に太郎ちゃんが4月の10日に立ち上げて、令和新選組っていう名前をつけて、なんか決死会見みたいなのやった時に僕は響いて、いや、これは俺ができる限りをって言った時が YouTube だったんで、なんか本当に、で、もう一個言うと、令和以外の山本太郎以外で言うと、ケバブさん推しの人っていうか、まあなんか、お相手言うと、結構この人も結構好きっていうの、誰かいますか？なんか、おしどりまこさんとかって言いますけど、どうですかとか聞いてますけど、おしどりまこさあんと、は、共産党の金子さんとか。おしどりさんはね、私何回か飲んだこともあるんですよ、ドイツで。あ、そうなんですか。ドイツで。まあ、やっぱ政治家向きじゃないなって気がします。なんで。やっぱり歪収すぎるっていうのと、歪収っていうのは反原発ってこと？反原そうそう、発だけ。原発に特化しすぎ。でまあ、もじそれゃあ、がってこ逆とはに言えば、ブレーン向けや。そうそうそう、ブレーンとしてはすごくいいと思うけども、あの人が立候補してっていうのはなんかちょっと厳しいと思う。あと好きじゃあな人って言ったら金やっ子ぱす。り国会回しが上手い人ですよね。小川淳例え也とば、か。小川淳也。で、山尾志桜里とか嫌な部分はあるけども、でもやっぱね、議山尾論志さ郎せたさん。らね、すげえっていう感じ。頭いいからね、あの人ね。この前、玉木さんと山尾さんのコンビ良かったですよね。見ました？国会の。見ました見ました。よかったですあれね。いい。あれなんか優等生コンビみたいな感じでね。いい感じでしたね。やっぱね、タマキングはどうですか？タマちゃんは。さんもね、なんていうのかな、こう政治活動としてはなんかフラフラしてるんだけども、基本なんかやっぱ議論させたら頭いい人ってなんかこう突き抜けてるじゃないですか。やっぱ聞いてて気持ちいい。玉木さんはだっ言てうこと頭良のすつじぎつまて。が合ってるっていう気持ちよさね。だから
残念ながら玉木さんの天敵が安倍さんみたいなね、もうあれだけ開き直られたヤンキー方式やられちゃうと、頭いい人追い込めないんですよね。そうなんですよ。だって頭で勝ってんじゃないんだもん。もうだって知らぬ存ぜぬでそんなの関係ねえしって、もう気合でやってっからみたいな感じになっちゃうんで、もう優等生の天敵じゃないですか、ヤンキーって。だからちょっと噛み合わないなとも思いますよね。だから逆にでも、山本太郎さんヤンキー気質入ってるから結構天敵かもしれないですね、彼も。結構天敵だと思います。だからそういう意味ではね、うん、頑張ってほああ、しい。なるほど。そっか、おしどりまこさん、やっぱりワンイシューすぎるか。俺もなんかそう感じてんだよそう、私個人で言ったら本当に好きだし、もう熱量半端ないし、魅力的な人なんだけども、じゃあ、あの人を政治家として立候補してね、前回もしましたけど、その多くの人の共感を得られるかって言ったら、当選するまでは難しいと思うんですよね。確かに、やっぱり日本的に緑の党的な感じで、それだけで行くっていうのはちょっと厳しいですね。だから入るとしたら比例かなんかで入れてもらって、その特化としてやってくるくらいの道でしょうね、きっとね。船子さんとか木村さんみたいな感じ。それか完全にブレーンで裏方に、原発専門のね、裏方に徹するか。でもあれでしょ、だけど裏方はもう嫌だからっていうか無理だから前に出てきたんじゃないですか、多分本いや、人私そ的のに。辺の経そうじ緯っゃてないあんでまりすよく知らないんですよね。か。本当に俺も分かんないけど、いつの間にかなんかね、出ててみたいな感じだったんですよね。なるほどね。須藤元気さんとかってどう思いますか？まあ、いわゆるタレント性を生かして出てきたっていう中では、でも言ってることはまあ一通りまともですよね。議論してどうかとかいうのは分かんないですけど、まだまだ国会デビューしてないんですよ。まだツイッターとかあればっかりなんですけど。あんまりよく知らないんですけど、ただまあツイッターとか見てる限りは、普通にまともなこと言ってますよね。そうなんですよ。僕昔はちょっとスピリチュアルに行っちゃってた人なんですけど、最近は結構本当にいろいろ勉強、もともと読書家の方なんで。そうなんだ。これえっと今は日本、国籍は日本なんですか？まだ日本の投票してるんですか、ケバブさんは。私そうですよ、領事館から毎回在外投票してますよ。前回は令和だったんですか？誰推しだったんですか？言えたら。前回は令和推しでしたね。やっぱりあれですか、山本太郎ですか、個人は。山本太郎だったと思います。僕はあれなんですよ、三井義文だったんで 今もそうですが、ちょっと最後いいですか、もうちょっと時間があれなんで、ケバブさんから見て三井さんはどういう感じですか、あと改善点とかアドバイスとかあったら教えていただけると嬉しいです。三井さんは、まあ一言で言うなら、ちょっと影が薄い。つらい ごめんなさい、水井さん。もう ケバブさん、辛口やズキーときてるよ、これな、これ。制作と確かかに。そういうとこまでいかないんですよね。実昨日か一昨日三井さんと喋った時もやっぱりですね、票が一番低かったんでね、三井さん個ああ、そ人うのなん名です前か。の。で、それは本人も自覚されてらっしゃって、でやっぱりインパクトって大事じゃないですか。でケバブさん的にはですね、こういうアドバイスというかなんかあればですね、ぜひ教えていただきたいんですが。あれですね、だってもともと銀行マンで、
コンビニっていう、経歴ですよね。コンビニそうでですね、辛い思いをしたっ今ていう。軽貨物、今軽貨物のおじさんやってます。そうなんです。さあ、なんかもっとその経歴を押し出すっていうか。経歴はどの部分ですか？銀行マンの部分ですか？それともコンビニのものですか？それとも今の軽貨物のおじさんやってるっていう、どこら辺が一番、それとも3つ秒、3分の、3等分ぐらいで押し出すとか、そういうことですか？そうですね。多分もともと銀行マンでいらっしゃったから、その金融とかに関してはそこらの人より絶対詳しいと思うんですよね。詳しいと思います。プロうん、ですそかしたら。らそういう人しか語れないことを分かりやすく何か話すとか。で、そのコンビニの話にしても、何かな、やっぱりさ、コンビニの事業主の人って人数で言ったら限られてるじゃないですか。そうですよ。コンビニオーナーって言ったらもうかなり少数派ですね。そうそう。で、コンビニの利用者はたくさんいるけども、共感する事業者ってのはおそらく表で言ったら微々たるものなんで、そうですね。なんだろう、でも発信してる内容がなんかこうあんまり私のところにも伝わってきてないっていうか、三井でググれよって言われるとあれなんですけど、ただやっぱググってこの人の話を聞いてみようとか読んでみようとかって思う動機がまず必要ですよね。そうですよ、もちろん。時うん、間それはがね、あんま大り切ですから。ないんですよね。金融って言った、もう一つの、常木さん、あっちに押されちゃってるし、要するに立ち位置が全然明確にないと。そんな感じですか。そうですね。三井と呼ばれても何とも言えないみたいな。例えばてるちゃんだったら貧乏人の味方みたいな、ど庶民みたいなのそう、が貧乏人いのる味じゃないです方か。で、しかも彼女、キャラが立ってるじゃないですか。じゃあ、そのキャラが立つっていうのはね、やっぱ生まれつきのもんだから、今さら立てろって言われても厳しいのかもしれないけども、ポイントがね、で、例えば、銀行マンとして、いわゆるこうエリート街道を歩いて、こうなって、こうなったみたいなね、そういろんな人生観を経験してるっていう目線から何かを語るとか。転落人生じゃないですけど、それはもう全然正確ではないんですが、でも見た目から言うとですよ、普通のなんとかな言うと、大手銀行マンをやりコンビニオーナーになったけど、今は赤帽かなんかの運転手みたいだと、なんか運気が落ちてるって、クリンちゃんがさっき言ってましたけど、そういうのを逆に押したらどうかっていう話ですか？そうですね。だからそれを転落したっていうふうにイメージさせるんではなくて、全目線を持っているとかね。その配送員の立場から世の中はこういうふうに見える。個人事業主の立場からは世の中がこういうふうに見える。で、いわゆるエリートサラリーマンの立場から今の世の中はこう見える。おそらくね、見え方違うと思うんですよ、三者三様で。全然違うと思います、やっぱり。そういう話をするとかね。あとちょっとキャラ立ちっていうのはですね、なんだかんだ言って。これはちょっと僕そこら辺ちょっとあんまり得意じゃないんですけど、どういう、やっぱ服装とかですか、最初に行くのは。どこから行けばいいですかね。これ結構人によるっていうか、あまりそれ私に、私の意見って多分あんまり一般的じゃない可能性がすごい高いんで、わかんないでとすりあけえずドイツど、在住の主婦の意見としてですね 聞
いろんな人に聞きたいので、もちろんいキャノタや、みたいな話す専門家というか内ね、容そうでいうす人ね、の。私だったら。内容。ちょっと具体的に言うとどういう感じですか？いや、だから例えば自分がこう経験したね、格差とか、同じ人生の中でもこの立場にいた時とこの立場にいた時で、こんなにこう環境が違うとか、人生観が違うとか、社会観が違うとか、そういう人ってあんまりないと思うん逆でにすそよ。う、ないだからそこは強みですよ。だってないですね。僕もあんまり聞いたことないです。本当に何て言うのかな、日雇いっていうか、日給で働いてるような人たちにとって、多分それが世の中だと思ってると思うんですよ。そうですよ。それで、そそうれはエリートサラリーマンもしっかり。そうです。そうです。じゃあ、その2人を持ってるっていうのは、ある意味得意性ですよね、彼ならではの。そうです。なかなかいないと思います。なので、それを前面に押し出すっていうか、こう気持ちを乗せて語ってもらうと、おおってこうキャラ立つようななる感じですかね。まあ、三井さんの生かしどころって言ったら、私はもうそこしかないと思いますけどね。なるほどね。なるほど。ありがとうございます。とても参考になりました。そうですか、ありがとうございます。だからいろんな人の意見を聞いた方がいいし、特に女性の人の意見っていうのは、例えば三井さんと僕が電話してもおじさんの意見しか出てこないんですよ。おじさん同士の意見しか。で、すぐ歴史の話になっちゃって、で、お互い好きだから、関ヶ原、なんか選挙の話とか政治の話してたのに関ヶ原の話して終わるみたいな。結果何の話だったっけでおじさん終わっちゃうんですよ。だからやっぱりちゃんとこう女性の目線というかの意見とか、いろんな人のこう意見をこう聞いて、それでとにかくこううまく要するに勝たないといけないんで、選挙は勝っていくと。大変参考になりました。ありがとうございます。ありがケとうバごブざいさます。んのチャンネルってコラボとかもやってらっしゃるんですか？やってないです。私、やり方とかあんまりよくわかんないんで。僕も今日初めてなんですよ、これ。私が人のと こに行っ今度てコもう、ラ今ボっ度ていうの僕。はあるんですけど、私が呼ぶっていうのはまだやったことないです。今度僕呼んでくださいよ、逆に。いや、いいですけどね、いろいろこうちょっと機能を確認しないと。企業の確認して、なんか高木ちゃん呼んでみようかとか、なんかこう一人で喋ってて疲れて、なんか高く、ここは高くでも呼ぶかとか言って、僕呼んでください、気楽に。使えたら。もしよかったら、はい、またやりましょう。ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。今日ちょっと長時間。はい、とん YouTube でコラもボなないいんでですす。よね。YouTube コラボないから、こう今ちょっとこれやったんですよ。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。おやすみなさい。皆さん、ありがとうごおやすざみいなましさた。い。どうも、ありがとうございます。ということで、ケバブさんありがとうございます。あと、ケバブトルコさん。ということで皆さん、今日ね、ちょっと限定の時間過ぎちゃってるんだけど、ちょっと面白かったというかね、ので、これでいきました。ケバブさんありがとうございます。コラボ、これなんかさ、ツイキャスいいね、コラボ。すぐできていいな。こう、ツイキャスって使えるな、やっぱり。ケバブさん面白かったね。ドリフターズのお化けが来て、なんか、なんつうの？お、後ろ、後ろ、みたいな感じらしいよ、みんな。ね。あ、さとめちゃん、そう。複数同時なの？そうなんだ。太郎ちゃん、今度それでやる？そういうことで、皆さん、高く、は、は、はめ、はめこ、何？のめり込みそう？え、そうなの？
コーネル大学の人なの、銀河さん。複数もできるんだ。じゃあ今度それでやるよ。あ、でもさ、なんかね、ツイキャスではこうやってできるんだけどさ、YouTube と同時はできないんだよ、みんな。だから、さっき YouTube で音声がこう共有できないから、できないんだよね。だから、これはツイキャスのみになるな。で、ツイキャスでやって、後で YouTube に、あげるか。CUC ミーが母体でアイビットってとこですか。へえ。いや、なんかよくわかんなかったけど、こうパチッと押したらできた。杉本さん。ツイキャスすごいね。やっぱ日本の企業すごくない？やっぱツイキャスやってよかったな。複数稼働されると音拾ってハウミングする。あ、そうなんだ。へえ、アイビットの日本。ダメだこれやって ハミングしてた。いや、文句来るなこれ。謝っとくよ後で。しょうがねえよなって。そんなこと言ったってできねえんだから。しょうがないな。俺もしたかったんだけど、 YouTube したかったんだけど、 YouTube でできないんだからしょうがないじゃん。せっかくケバブさんが連絡くれたし、ねえ、やっぱこう、なんていうの、腰の軽いのだけが俺の取り柄なんだからね、これ。ね、この突撃根性が高くの取り柄なんだから。あ、誰かコラボ来たよ、俺、これ。こんにちは。もしもし。なんか、こんばんは。なんかハモってるよ。だからそっちなんかはハモってるよ。イヤホンかなんかしないとダメだと。イヤホンかなんかしないとダメだと。僕の声がハモっちゃってるよ。退出僕しのます。声がハモっちゃってるよ。イヤホンしてください。イヤホンしてください。退出します。ちょっとあれだな、ツイキャス、これあれちょっとだあれね、だな、ツイキャもうス、俺、これあ限れだ定ね、できねえもな。う俺、限定できねえな。ということで、ちょっとこれ、あれ、切れちゃったよ。切れちゃったな。もう一回かけて、竹脇さん。なんか、アンドロイドっていうか、イヤホンしないとダメらしいな。ちょっと今日は、このまま行くか、これで。じゃ誰かかけて。ちょっと今日はツイキャスやってまして。もうこのままツイキャスでやるべ。今日は限定の人も。iPhone はイヤホンなしでいいの？マジか。すげえな、iPhone。あ、来た。はい、こんちは。もしもし。もしもし。もしもーし。おーい。もしもし。もしもし。高木です。聞こえますか？な、聞こえますよ。な、聞こえますよ。聞こえますなんかか？イヤホンかなんかすると。イヤホンかなんかすると。イヤホンありイヤますホか？ンないの？イヤホンありますか？イヤホンないとね。イヤホンないとね。あれ、ちょっと待ってイヤホンね。ないちょっとと待って、ね。ちょっと待って。イヤホンないとハミングしちゃうかもしれないけど、喋ってください。もしもし。聞こえますよ。聞こえます。大丈夫聞こでえすてね。ます。どちら様でしょうか。千葉10区で令和を応援してる飯田と申します。どうも、こんにちは。どうも。この間みずちゃんと一緒に凱旋やりました。スマイあ、マルジっで。すか。お疲れっす。はい。いや、どうなってますか。テレビを大きいテレビをね
三井さんの方で9区で凱旋に使ってもらおうと思ってね、うん、準備してます。マジですか。明石さんが、うん、頑張ってますよ。なんかあんまり名前出さないで的なこと言ってたと思うんですけど、明石さん大丈夫ですか。いや、顔出せしなければ名前だけだったらいいでしょ。あ、そうですか、うん、いやいや、うん、どうですか、千葉は勝てそうですか。いやね、うん、いや、反応はありますけど、いまいちちょっと、うん、あ、ダメ。1票でも2票でも三井さんの方に比例でね、うん、票を増やしてもらうのが目的でやってるんですけど、うん、このままでいくとちょっと三井さんやばいかなってまだ思ってます。あ、どうやばいですか。まあ、YouTube もそうですけど、ツイキャスもいろいろやって、どんどんもっと広げて、うん、あと戦隊陣営をもっと増やさないと、うん、過去の選挙運動やってた私としては、なんかやばいなと思ってるんですよ。どういう選挙運動をされてたんですか、千葉ディックで。すいません、分かる、教えられる範囲か教えてください。今ちょっとこの間前、まで経産大臣やってた林本、うん、そのお膝元で選挙区を応援してたんですよ、うん、はい。でそれで過去は自民党ばっかり応援してた選対陣営に入り込んでやったので、うん、令和新選組の選挙活動としては今回初めてなんですよ。あ、じゃあ、あれですね、自民党も応援されてたってことは、ガチガチの選挙をご存知なんですね。そうです。じゃあそれから見て、過去に、はい、どうぞ。過去に金券政治でお金ばらまいてた時もあったくらいですから。そんな感じですか。そうです。河合案里的な感じですね。お金河合案里的な。ばらまいてました。あと電柱、東京電力の電柱にポスター貼ったりね。うん、なるほど、うん。なんか今は昔な感じですね。今はやったら一発だけど、昔はあったってやつですね。でそういう選挙を経験してまして、うん、もっとその選挙、時代はもっと盛り上がっていた選挙ばっかり選挙をやってたので、それから比べると三井さんちょっと寂しいかなって思ってるんですよ。実際その今の三井さんの陣営でどんなような印象というか現状でしょうか。私過去に緑の党入ってまして、で、はいはい、東京で三宅洋平を応援して、その時三宅洋平、はい、ツイキャスをやっていまして、はい、その時にツイキャス部隊が10人ぐらいいたんですよ。でツイキャスやってる人が10人いたんですか。そうです。へえ、すごい。ですからそのくらいまで活気があってもいいかなと思ってたんですよ。で今は実際三井さん、僕千葉にいないんで遠隔で見てるんですよ。だから実際その全体の千葉の状態が見えてこないんですが、何人ぐらい実働でやってるんですか。実働だと私が見る限りでははい、3人から6名くらいですかね。3人から6名じゃちょっと厳しいですね。というかだいぶ厳しいですね。そうです、うん、それで8区に
太田さんが立候補してますよね。そうなんです、太田さん強いんです。でできれば一緒に選挙運動なんかどうかなと思ったりするんですよね。でもそうなると選挙運動、まあ確かにだけど、あちら側がオッケーしますかね。いやそれはあの話し合いだと思うんですけど、はい、まあでも実際そのそれは僕も思うけど、比例復活する枠が1人か2人しかいないと、まあある意味ライバルですよね。ライバルですよ、はい、なので私が太田さんの選対であればこれは無理って言いますね。あとはもっと盛り上がってもらう人数を増やして。そうですね、はい、じゃあそのためにはどういうことがいいと思いますか。三井さんがいろいろなとこに町内会とかなんかいろいろなとこに顔出しをして人を少しずつ、はい、集めたりとかね、はい、そういうとこであの少人数で会話をする機会を設けないと増えていかないかなと思うんですよ、ね、そうですよね。で、あのこの前三井さんとお会いしてるじゃないですか、多分あの駅前で、はい、それでね、その時にあの三井さん的にはどうおっしゃってましたか。まあ特に、やりたい話はあの本人からはあまり聞かなかったんですけど、うん、まあ、私が思うには、もっとこう人を集めて、うん、何か少人数のミーティングみたいなのをあちこちでやって増やしていけば運動員がどんどん増えるかなと思うんですけど。確かに、うん、でそれまでにはあの YouTube だけじゃなくてツイキャスもツイッターも全部フル活動して、それで近くの人をあの参加できれば参加してもらって、うん、運動員に加わってもらうっていうのも一つの手かなと思うんですけど、はい、これあのちょっとすいませんが、その9区と10区で隣という感じじゃないですか。はい、隣です。ご自身が先体でこう三井さんを支えていただくとかいうのは可能ですか。ちょっとこっちはねちょっと外れたもんで遠いもんでね、はい、あの何回かは全体に入ってもいいかなと思うんですけど、はい、ほぼ毎日とかそういうのはちょっと厳しいかなと思ってね。あ、まあまあそう、それはそうだと思うんですが、そのやっぱりこう経験してる人が入るってやっぱりこう本人がかなり力強いと思うんですよ。うん、そうですね、うん、やっぱ選挙って分かんないじゃないですか。僕も1回しか出たことないんで分かんないんですけど、そのでも僕も当事者になった一人としてはやっぱり孤独なんですよね、一人でやってるって。そうです。でしかもやることもいっぱいあるし、三井さんの、うん、そうです、三井さんの、うん、友人知人、親戚フルにあの活用してあの広げてもらう、はい、うん、これは大事だと思ってます。はい、そうですよね。で僕も一応でもやっぱりあの、はい、どうぞ、スマホを皆さん持ってらっしゃるじゃないですか、うん、だからそのスマホでツイッターアカウント登録してみんなで発信するというのを、はい、ぜひやってもらいたいなと思ってはいます、はあはあ、それはみんなで発信というのは YouTube とかですか、ツイッターとかでということですか。そうです、ツイッター、YouTube、はいはい、ツイキャスフルに皆さんで、うんうん、今はやってない感じですよね。そこにつく、そうです、そこにつくフォロワーさんが皆さん違うじゃないですか、うん、そうそうそうなんですよ。だからその一人だけが
ツイッターやっていても広がらないんですよね。そう、僕もね、チャオさんのとことか、今日ね、ケバブさん、ケバブトルコさんとお話しした時じゃないですか。はい。それでやっぱチャオさんを追っかけてる人もいるし、ケバブさんを追っかけてる方もいるし、まあ高く追っかけてる方もいて、必ずコラボすると登録者数が増えちゃうんですよ。ってことは、今まで発見されなかった人がこう、ああ高くみたいないるんだとか、チャオ、逆に高くチャンネル見ててくれた方がチャオさんを発見してみたいな、あるんですよね。なので今三井チャンネルを見てる人も怖そうなんで、やっぱもうこれからは外に行った方がいいと僕も思います。ええ、そうだと思います。はい。で、ツイッターツイキャスの方で千葉令和自然組10区としてアカウントを立ち上げたので、まあ、皆さんこれからツイキャスをやっていこうかなと思ってるんで、見に来ていただきたいかなと思って、その告知も兼ねて、コラボ、コラボをぜひお願いします。はい、YouTube やんないですか？ YouTube もやってます。全部やってます。そうなんですか。失礼しました。はい、今度電話出演でも何でもまた。で、ちょっと質問がクリンちゃんからあるんですけど、コンビニオーナーはどういう立法のロジックで変えようとしてるのかななどが見えないので、主張が不満の息を出ないっていう意見がありますけど、どうですか？うん、まあ、三井さんとは YouTube か何かでコラボできればね、私もセブンイレブンのコンビニで仕事したことあるので。あ、そうなんですか。うん、コンビニの話はできますので。おお、これいいですね。うん、そういった感じでツイキャスでコラボという形で対談という形をこうできれば、うん、なんか私もなんかコラボは最近なんですけど、なんか違った意見とか、多少令和を支持してる中でも多少違いがあるじゃないですか、それぞれ。はい。それをなんかこう話していくっていうの建設的かなと思いますね。あと、その令和の候補者は令和の中ではある程度認知度がありますけど、例えば田島さんとか北村さんとか、はい、竹村さんとか、はい、もう多分全国的にはもうほぼ無名というか、もう かなり無名じゃないですか。なのでこうお互いのコラボとかをやったらいかがかなと思ってたんですよね。あ、そうです。私そう思ってツイキャスを9区の皆さんに勧めてんですよ。で、三井さんの選対の方にね、うん、コラボができるじゃないですか、このツイキャスを使えると。うん、できます、できます。だから YouTube もできるし、全然できますよね。だから空中戦は誰でもできるので、やはり一人で三井さんが三井チャンネルでお話ししてるのもいいかと思いますけど、やはりいろいろな人とこうゲストで会話するというのも、三井さんのいろいろな考え方が皆さんに伝わっていいかなと思ってはいるんですよ。あ、僕もそう思いますね。はい。せっかくだから千葉9区の人ね、市民の人と対話みたいな感じで。そうです。9区の人はね、ほとんどツイキャスで見かけませんので、まあ、これを機に増えてほしいなとはちょっと思うんですよ。なるほど。お了解しました。ちょっとそれ提案してみて、三井さん個人がというか、どっちかというと支持者ですよね。支持者の人が自らやっていただきたいなっていうことをお伝えすると。ぜひ、ツイキャスでも、ツイッターでも、何でもやってください、とにかく。支持者を広げるため、どうしても必要なんでね。
わかりました。また何かあったらいつでも上がってきてください。わかりました。あのツイキャスで今日初めて見かけたので、まあコラボのちょうど終わったのでコラボのあのテストをやらせていただきました。初めてやったんです。僕も初めてです。私も初めてです、はい、コラボはこの2年くらい前にこのコラボ機能が入ったようなので、それは知ってはいたんですけど初めてやりました、うん、いやこれはやりやすくていいですね。ぜひあのいろいろな人にやっていただいて、みんなさんでコラボすると面白いかなと思うんですよ。そうですね、これ面白いかもしれない。だから僕もだから YouTube だとできないんですよ。これ電話ライブはできるんですけど、で今まではそうしてたんですよ。YouTube がそうですね、電話、だけどこれだと電話代かかりませんので、かからないですね。であのケバブさんはドイツだっていうことで無理なんで。ああドイツで、はい、それでもうどうしようもなくて、コラボの人数はもっと増やせますので、はい、まあということで、ぜひ設定、人数の設定増やしておいてください。2人でも3人でも。ああそう、今はね一応2人にしてるんで、2人にしたんですけど、僕的には別に、じゃあぜひまた次回もあの、はい、またやりますよ。はい、とあと三井さんに上がってきてもらうとかね、ま、逆に、あいい、あいいかもしれませんね。三井さん今度呼んでください。なんかこっちで喋ってた三井さんが俺のこと呼んだって言って上がってきてもらうってなんか俺のこと喋ってねえみたいな悪口言ってんじゃないのとか言いながらこう上がってきてもらうって、いや今度気になって悪口言ってるかと思って気になってあの毎日チェックするようになってもらった方がいいですね。そうですよね、そうですよね。政治家っつうのは悪口言われてなんぼですからね。無視されるのが一番最悪です。じゃあ私引っ込みます。これありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうも。これどうするの？こっちかこうやるのか。切れたかな？あ、切れた。はい、ということで、千葉十区のお名前なちょっとどう忘れてる、 ありがとうございます。勝手連の千葉十区の方が来ていただきましたということで、今日はちょっとね限定放送を今日飛ばしてですね、ツイキャスコラボやってますので、もう誰か上がってきて誰でもいいから。秋田さんとかダメだわ、まあ、あのイヤホンがないのなんかアンドロイドはイヤホンないとダメらしいよ。で、iPhone の人はあのなんかイヤホンなくても大丈夫らしいから、まあまあ誰かよかったら喋ります？それともやめますか？どうしましょう？うん、なんか多角的にはなんかおもちゃみたいな感じで新しいおもちゃを手に入れたみたいな。うん、作戦提案能力は全く見えないんです。ああ、そこはね、クリンちゃんね、まあ、この作詞多角がいますから、はい、もうご進言差し上げましたよ、もう。はい。もう今日も、メッセンジャーとかで、いろいろと、まあ、多角ね、ちょっとね、めんどくさいやつなんでね、ちょっとこう、うぜえなと思うかもしれないんですが、私はアイデアはいっぱい出るんで、まあ、三井さん、ぜひ、ね。いや、だから、代わりでやってないって。いや、代わりじゃなくて、ご提案して三井さんにやってもらうってことを提案してんだよ、俺。俺は、これは俺のチャンネルだから、俺が勝手にやってんだけど、作戦、提案能力、作戦提案を、三井さんがやっていただくってこと？なるほどね、でもそしたら動かなくないずっと、はい、ということで85人の人見ていただいてますが、誰か多角と喋ってみたい、ちょっと多角に苦言を言いたいね、
うん、もしくは高くを褒めちぎりたいね、そういう人誰か上がってきてちょっていうか、うん、うん、政治家の度量として三井さん自身の発想が必要。あ、いやでも発想はあるんじゃないの、ダメなの、誰も上がってきてくれなかったらもうやめちゃうぞ、うん、まあ今日いろいろ言うことがあったんだけどね、本当はもうめちゃめちゃあったんだけど、まあちょっとそれを言う、上がってくるまで、今日すげえあって、例えばコラボは枠を増やせないかなって、いや枠は増やせるよこれ別に、うん、三井さん自身からは何も見えてこない、うん、まああると思うよ、うん、あるよもちろん、うん、竹村勝司さん、ああ、俺竹村勝司さん、うん、大分でコロナ出た大分市で出た、夜の商売やってる、クラブとかラウンジっていう、その要するにキャバクラみたいなところで30代のお姉ちゃんがかかったみたいで、多分もういっぱいかかってると思うよ、うん、みんなそれ持ちきりだったよ大分は今日、うん、もうなんか多分そうだろうって言ってた、うん、多分いっぱいいるだろうというふうに言ってたよ、うん、あとね、あ、そう。3人とか7人だから、まあ7人は多すぎるから3人かな。うん。だけど、ほら、誰も上がってきてくんないよからさ、別にほら。あ、来た。里めりちゃん来たよ、これ。はい、はい。はい、はい、こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。こんばんは。こんばんは。里めりさんです。はい。はい、皆さんご無沙汰しております。うん、すいません。やっとブロック解除していただきましてね。うん、はい。で、私がこんなところに上がってくるとですね、またいろいろと問題が起きるかもしれないんですけど。マジで？また起きんの？俺もうやなんだけど。知らないや。まあ、やなんだけど、いやいや、今度は私がさあ、うん、そんなんもう全然ブロックしちゃえばいいじゃん。いや、そう大変だけどね。私の顔入ったかな。入った、猫がいる。入った、うん、微妙に顔が映ってる。いや、年取ってるからね。これタマちゃんって言います。うん、タマちゃん、ね、猫さん、キュージジーさん、それから水飲みたいさん、銀河さん、それからクリンちゃん、皆さんすいません、ご無沙汰してます。ちなみにね、この水飲みたいさんはウォーターフリーさんだからね、これ昔の。ああ、ね、うん、なんか水飲みたいに変わったんです。で、ちょっと早速ですけど、うん、どうですか、今日は何がトピック的には どれが一番。それがさ、珍しく今日仕事入ってて、教室入っててさ、うん、国会見れなかったのよ。え、マジで、うん、このやばい国会。それで、うん、この今日 の小池さんとかね、うん、見たかったんだけど、うん、見れなくて、うん、夜ちょっと見て編集しようと思ってたら、ケバブさん出てるわさ、うん、あ、チャオさん、やっぱり楽だね、人のチャンネル見てるだけっていうのは。そりゃそうだよ当たり前じゃん、そんなラジオなんだから、人のチャンネル聞いてるなんてさ、喋るのは大変で、ね、そうなのよ、喋るの結構大変でね、うん、うん、でもさ、ほら、お前もやれっていろいろ言われたもんだから、私も始めたりなんかしたんだけど、うん、いいじゃん、うん、絶対やった方がいいですよ、うん、でありがとね、高久さん、チャンネル登録ん、あ、チャンネル登録したよ、ありがとね、うんうん、まあ見なくてもいいんだけど。いや、見たよ、うん、で私さ、このツイキャスの方が気楽なわけ、顔出さなくていいし。まあでもね、ほんとね、うん、まあ俺はさ、なんか選挙とか出ちゃった系だから、別に顔出してもどうってことないけど、
やっぱ顔出すってのはリスク高いよ。あんたの顔はさ、いいけどね、みんな見慣れてるから。いや、見慣れてるって言ったって、俺だってだってあれだよ、5月まではだって普通の一般人というかあれですよ、全然こうなんか、まあ、そうだけどさ、全国に顔をさらすような、顔出すと顔だけでいろいろ言われるじゃないの。いや、言われる言われる、でね、あのジジイとババアが顔出しだの、配信だのしてると結構痛いでしょう。そう思わない？そういうのにちょっと軽くディスってんの俺のことね。いいじゃん別に。いやいや違う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 よ違うよ。何が何が、70、80のおじさんの声でさ、配信聞いてるとなんとなくわかるじゃない、声で年が。あ、それってもしかしてあれ、兵道さんをちょっとディスっちゃったの、もしかして。いやいやいや、兵道さんはさ、私あのやり取りがあって師匠として尊敬してんのよ、やめてよ。いや、だって今言ってたじゃないそれ、なんか。いや違う違う、あのほら、あの花鳥風月さん系のね。ああ、はい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 、やっぱりさ、なんか眠たくなるような喋り方ってやつ。そうそう、おじいさんの声、それからさ、じゃあ私の声でね、例えば、顔がさ片山さつきだったら嫌でしょうよみんな。いや、でも片山さつきとかあんな朝生とかめっちゃ出てるよ、あれはあれで。うん、だけど見たくないじゃないか。なんか日夜ゆうじさんっていう人がなんか たくさん、ああバレちゃったや、誰これ、これはハゲダッツってね、私の友達なのよ。あ、そうなの、あ、分かった、私が上がるとお知らせいっちゃうんだね。いや、だからコラボすると、だからいろいろつながるんだって、うん、だってチャオさんとこの前つながったらたら、また僕だからそのチャオさんのリスナーのうちの何人かが僕のとこ来たりとか、もちろんチャオさんのとこに僕のなんか何だろう、人が行ったりとか、だからそういうことだよ。なるほどね。あの、プリンスごめんね、ご無沙汰して電話もしないで、そのうち電話するからね。まあなんていうのかね、あのいろいろあったからね、まあいろいろというかね、まあね、で、あのさ、でもさ、何、あの、あんまり長くなると悪いからさ、また私あの高津が暇そうな時に来るわ。いやいや別にいいよ、何しに上がってきたか的な感じになるじゃん、だって。だから、あ、違う違う、これはあのご無沙汰の皆さんにちょっとご挨拶をしようと思って、やっとブロック解除されて、まあ私のペースでやっていこうかなと思って、いやブロックはなんかあの YouTube ブロックしてることを俺気づいてないから、だってそもそもあのさ、多分ね、知ってる、あの YouTube ブロックの残酷さってさ、自分で書いてると自分のコメントは出るわけ、だけど配信者にもリスナーにも見れないの、うん、恐ろしい。だから自分書いてるつもりでもさ、ブロックされてるのさ、友達に教えてもらわないと分かんないのよ。これってさ、 YouTube って結構えぐいね。えぐいでしょ、 YouTube 社ってえぐいね、そう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 、俺もだからもしかしてそうかもしれんね、俺もどっかにブロックされてて、読まれないとか返信がないとか、あの配信者にスルーされてるなーなんて思ってると、そうじゃなくてもとっくにブロックされてるみたいなさ、いやいや、あのね、クリンちゃんね、間違ってブロックしちゃったというかね、間違ってっていうかね、まあなんかその場合、違うよ、わざとだよ、高くはね、わざとだよ、その他大勢で書いても書いてもさ、誰にも見れないことが分かってね、まあしょうがないやと思って黙って見てたわさ、で、まあ、あの高くただね、この高く結構戦闘民族だからね、もううるせえとか言ってブチってやっちゃったんだよね、全部で、このツイキャスだけはね、永久凍結になろうがね、ブロックされようがね、ツイキャスには入れんのよ、へえ、だからやっぱり、ツイッターは見れなくても、いや高くさんブロックしてるよ結構複数、あのね、あのブロックの解除っていうのが分かんなくて、そのこう追ってったら、あ、ここいたもん、そこにさとめりちゃんが。あ、俺ブロックしてるわ。何人ぐらいいた？他の人ぐらい。え、結構いた。結構俺やっちゃってた。結構いた。あの裸のお姉さんたちかな？
いや、わかんない変なの湧いてくるじゃない。まあ絶対、うん、絶対、あ、だからもう速攻ブロックするやつもいるから、あの本当にスパムのやつとかもブロックするから。あんなのだってもう本当になんか雇われてやってるような人たちでしょ。うん、そう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 。それにまあ、うん、あのほらあの事件があったからもう大体めんどくせえやつはもうはいはいっていう感じでこうやったから。うんうんうん。うん、まああれそれはねもう申し訳ないけどねあの言わせていただくと自分を守るためだったんで俺も。あのこの日谷雄二さんは私の友達なんでね、うん、ちょっと、うん、あの弁解しとくとね。うん。高くはね、うん、同じようにやっぱり山本太郎を応援してるわけよ、うん、っていうか令和新選組で三井さん真剣に応援してるわけよ、うんうん、あ俺のことね、はい、そういうのはねやっぱり大きな意味で仲間なわけだから、うんうん、みんなつながって本当に選挙の時に戦っていかなきゃいけないわけで、うん、だからみんなに戻ってきてほしいなと思うわけ。うん、まあまあまあ、うん、でほら、はい、ありがとうございます。使えるじゃ、はい、使えるじゃない、た、うん、高くはさ、あのこまめにいろいろ調べてくれてさ、私たちがやりたくないようなね、めんどくさいことを調べてくれるでしょ。うん、だからね。自分が自分のこと言われる。え、うん、だからさ、うん、まあこまめに調べてもらって情報をもらうと、うん、いやまあその僕はもうだからその、うんうん、そうそう古村さんがねあちこち、うん、あちこち奔走してくれたけどさダメなものはダメよ、うんうん、まあまあまあねだからその、うんこれが政治ってやつなんじゃないですか。だから別に僕はその大同団結すべきだと思ってて、うん、敵の敵は味方みたいな感じで思うけど、そうそのただね、うん、一番はやっぱりこう気づいたのはね、これってやっぱり毎日やることが大事なんですよ。やっぱりね。だから、うん、で思ってるんですよ。なぜかって言ったらだって今日だけだってすごいいっぱいニュースがあって、そうね。その。俺今日だけで今日はちょっと、はい、いっぱいできなかったけど今日だけで何個かな16項目ぐらい あるのねトピックが。だ、うん、そう、でそれでどんどんニュースって古くなっていくじゃない。そうなのだからそれに そのなんか今日追っとかないと明日のことが分かんないっていうかなんていうのかなそのこう時間列で進むじゃない。例えば河合案里さんのこととかだって今逮捕されて秘書が逮捕されたけどこれだって何年も前から、うん、何ヶ月も前からことがあってね。であれじゃないあの今今日逮捕されてるっていうかあの秘書が逮捕されててでそれもやっぱりあのチャオさんみたいな河合案里のウォッチャーの人が秘書さんが12キロ歩いてね、うん、3時間かけて歩いて出頭したみたいな情報くれるわけよ。その3時間歩いたその秘書の気持ち、うん、わざわざタクシーとか使わず3時間とことこいろんなこと考えながらこう歩いたっていう、うん、それってその情報だけでわかるじゃん。秘書のなんかそのなんていうかな、うん、こう悲壮というかわざわざ歩いてったっていう、うん、そのな、いやすごいリアルだよね。そうそう。でこういう情報って1ヶ月後に言っても、うんなんかこうしょうがないしょうがない今日じゃないと腐ってるからね。新鮮なうちに食べないと。そうなんよ。だからこういう放送していくと毎日やらんといかんなって思っちゃうわけ、うん、あ古村さんごめんね私言い方間違えたかもしれないすいませんでした、うんうんうん、いやいやだからね、まあ、そうよだからそのなんかねこういうのが分断なんでね結果ね。で、まあ、さ結局そうそうそう分断、うんそうなんか分断に乗っちゃったってことだから、うん、でほら俺も男って意外とさヘタレでさ、うんうん犯人分かった時にさみんなさ、うん、俺らが男がやると、うん、角が立つってセクハラとかパラハラになるから里メリやれって言われて、うん、で私がガツンとやったんだけど、うん男がやるより私がやった方が残酷だったみたい。あそうなんだ女怖いね。まあそんな話はいいよ女は怖いよ、うんうん、怖い怖い、うんうん、
そんなんでね、まあ、いや今回はね、でもね、俺もね、リュウちゃんとかいなかったら俺も終わってたと思うから。リュウちゃんにもさ言われたのよ、電話してやれって、うん、だけどやっぱりね、うん、4ヶ月もかかった、うん、まあまあいろいろだね、うん、でもだ、ね、だから俺はだから皆さんね、あれだよ、あの本当にね、リュウちゃんとかね、あのいなかったらね、俺はね、ネットの世界からいなくなってバイバイでね、本当に、うん、あのただの猫カフェの親父になって、あふざけんなこの野郎とか言いながら、多分そこら辺で管巻いてただけなんで、やっぱり、うん、そのリスナーの方の応援とかってすごい重要なんですよ。この主としてはね、主っていうのかな、配信する側としては結構ね、うん、結構ねあれなんだよ。だから皆さんありがとうございます、はい、あ、そう、その態度が必要なのよ、うん、偉そうにすんなよってさよく言われたよ、言われた、うん、言われた、たくさん言われたでしょ、めっちゃ言われた、うん、言われた言われた、かわいく笑ってるやつさ、うん、そうなんです、うん、はい、そうなんよ、はい、うん、まあまあまあ、そういうわけでもまたこれと、うん、またね、じゃあさとみずさん、また上がってきてください。ありがとうございました、皆さん失礼いたしました、ありがとうございました、はい、おやすみなさい、はい、うんうん、はいはい、さとみずちゃんありがとうございました、うん、ということで、まあもう一人ぐらい、もうやめる、うん、なんか面白いなこれ、うん、面白いね、なんか、うん、はい、秋田さんもアザッス、あ、竹脇さん、うん、うん、なんかこう新しいなこれな、うん、止まんないねこれ、なんか面白くて、あ、面白い偉そうにしてるね俺いやーなんかね、で、まあ、今日ね、じゃあちょっとみんな、ただもう勝手に上がってきて、上がりたい人は、うん、新しくはねえやって、新しい、俺の中で新しいんだよ、俺知らんかったもんだって、俺の中で新しい、ね、ああ、今んとこ俺のおもちゃっていうかね、俺は楽しんでるね。今、かなり楽しんでるね。うん。あ、そうなんよ。正宗ちゃんね、なんかね、限定をね、やろう、とかね、時間軸で言うと、なんかね、ケバブトルコさんが YouTube で、なんか放送してたらコメント欄にケバブトルコさんっていう人が上がってきてくれて、でケバブトルコさんってなんか結構俺見てたのよ、なんか国会ウォッチャーかなんかですごい人気の人、 YouTube でも、でなんか話したいなと思ってチャットで上がってきてくれてたんで、ケバブさん話したいんですけどって言ったら、なんかドイツに住んでるからなんか携帯電話じゃ無理みたいな感じで、国際電話になっちゃうからっていうことで、じゃあとかごちゃごちゃ言ってるうちに、なんかツイキャスで放送っていうことな、ツイキャスのコラボってやつになって、でツイキャスのコラボをで、やケバブさんが上がってきてくれて、で2人で1時間ぐらいかな、うん、話したんだけど、そしたらね、YouTube の方に音が聞こえなくて、ということで、YouTube がブチって切っちゃって、YouTube だって音声聞こえないんだからしょうがねえじゃんとか思って、しょうがねえからって、ごめんなさいとか言って、ツイキャスの方にみんな移動してくれとか言って、なんか200人ぐらいいたんだけどね、なんかもう勝手に切っちゃって、ブチッとか言って、まあ後で怒られるけどね、俺多分。うん、だけど、まあこっちで。まあ、後で上げるから、このツイキャスの放送も YouTube の方が上げるんで、まあ別に、あと、そんな、まあ、リアルでは喋れなかったけど、しょうがないじゃん。うん。で、今度コラボ機能っつうのをね、正宗ちゃん。てか、正宗ちゃん上がってきてよ。それで、なんかコラボってやつは、なんか、こう、クリンちゃんも上がってきてもいいよ。顔も出ないし、ね、だからなんかこう勝手にね、ワンクリックでコラボできちゃうらしくて、あ、その代わりイヤホン持ってないとダメだよ、イヤホン、あのアンドロイドの人はイヤホン持たないとハミングするからダメらしいんだけど、なんか簡単にできて、
気楽にコラボできるっていうことを知り、今日初めて知り、ちょっと楽しくなってる高久です。そうだよ、竹脇さんちょびっと出てるよ、ハミングした声が上がってるね、うん、世界に上がるね、うん、じゃあちょっとさ、誰か上がってきてくれても全然いいので、ブチッと来ました、はい、ブチッと切りましたね、はい、ありがとうございます。耳元を触らせて毎日配膳してるのは大変だと思いますすいません太郎ちゃん、今度部屋に一人の時にでも、今は同居人の料理人が、あ、来た、森脇さんが来たよ、はい、こんにちは、こんばんは、こんばんは、聞こえるのかなこれ、こんばんにゃんこ、聞こえるの、君聞こえてますよ、聞こえてるよ、これイヤホンつけた、あ、聞こえた聞こえた、イヤホン、うん、つけてる、つけてる、ハウリングとかしてない、あ、してないしてない、あれまた聞こえなくなった、はい、皆さん、森脇さんです、森永さんです、森永です、金の森永です、どうもどうも、うん、今日どう、今日のニュースで なんかあの森永さん的にヒットしてるのって何、今日仕事だったからあんまりよく分かんないんだけど、本当スーパーチューズデーがどうなったのかな、あ、スーパーチューズデー、まあもう決まったかな、もうまだ始まったばっかなんじゃねえの、決まった、あ、そっか、今日投票でこれから開票なの、うん、だから1日遅れるっつうかそんな感じじゃん、大体詳しく知らん、あ、今から始まってるよ、投票始まるだって、あー、スーパーチューズデー、そういうことか、うん、これは明日の午前、今日の 夜中に分かると思うから、まあ、あの政治部の人は起きてんじゃないの今日、あ、でも明日のね4日の昼じゃないと分かんないって、はい、で今日で3分の1決まるよ、1344人の代議士決まっちゃうからね、まあ今日でほぼ決まるよね、こう勝たないとブルンバーグさん、うん、で森永さん的にはどうなりそうだと思う、いや僕はブルンバーグが来る、あー、うん、ブルンバーグが勝っちゃう感じ、これここで、あ、マジか、まあ最終的には民主党の代表はこの人かなって僕は思ってるんだけど、でもなかなか出てこないし、サンダースさん強いし、どうやって出てくるのかな、いや今回でもブルームバーグさんかなりスーパーチューズデーにお金とかめっちゃ使ってるから、そう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 、多分そこに合わせてなんかね動画とかも、あ、めっちゃ泡がしてるみたいだっけし、結構性格いいんだよね、まあなんかちょこちょこ出してる、なんか今回もコロナウイルスのところでね、ニューヨーク市長の実績を上げてとか言ってるから、やる気はあるのかなみたいな感じで見てるけど、本当どうやって出てくるかな、でもなんかさ、こうこれでブルームバーグが出てきたらさ、なんかあれですよね、トランプ大統領の感じだよね、あの金持ちで後から来てみたいな、でしかも副兵で、うーん、でもトランプさんは壊して壊して壊してる人で、ブルームバーグさんってなんかニューヨークのなんか借金をこう V 字回復させて、結構こうビルドアップしてる印象、印象しかないから申し訳ないけど、うん、そこら辺の違いがなんかアメリカをなんか変えていくような感じなくもないんだけど、どうなの、でもね、でもさ、ブルームバーグさん VS トランプだったらもうやっぱ勝ち目なくない、うーん、まあそこはそのブルームバーグさんが誰がつくのかとか変わってくるのかなとか、これちょっとあんまり言うとね、ご経験あれだけど、あ、これ限定じゃないから、うん、そうだね、ちょっとやめとこうね、うん、そうそうそう、うん、まあ、世界に行っちゃうからね、これは、うん、まあ組み込んだ話は明日の限定にでも話せばいいじゃん、うん、まあそれ僕のこれからちょっと話そうというのは、そっち方面だったらやめるけど、うん、出とこうかな、今な、俺はこれバーニー・サンダース圧勝っていう風に思ってるんだよね、実は。ああ、まあなかなか強いですね。俺はね。でも
で、これバーニー・サンダースとトランプになったら、これはもうアメリカ真っ二つに割れるわ、完全に。まあまあそうだね。本当にそのガチンコ勝負になったらね、うん、1対1で。うん、で、それがアメリカ帝国の終わりだと僕は思ってます。要するにその内戦状態というか、選挙が終わったとしても仮にね、でトランプが再選されたとしても、うん、そのごたごたがずっとアメリカを引きずって一枚岩になれないと。完全に分断。そういう予想ですね。で、ちょっと今日はケバブさんと話してたけど、株価が持つかっていうね。はい、株は僕多分大統領選までぐーっと、まあ、なんか、じりじりじりっと上がっていくんじゃないかな。その後どうなるか。トランプさんが対戦すれば、ね、多分株価はどんどん良くなっていくというか、安定していくんじゃないかと、うん、いうふうに見てるんですね。なるほどね。本当に、どう皮切りに多分、ギリギリ上がってくる、まあ。アメリカの株は上がるだろうけど、日本は上がってないからね、今日。まあ、日本も多分、まあ、アメリカに追従していくんじゃないのかなと思うけど、どうなんですか。いやでもね、今回ちょっとおかしいんだよね、これ、明日木村さんあたりに聞いてみたけど、だって株だけだもん、そうだよ、GDP、アメリカの GDP は下がってるでしょ、GDP じゃない、そう、経済成長かな、一時下がってた。いや、アメリカ自体は実体経済も結構いいみたいよ、昨日あのチャオさん、今日の朝に、なんかの数値がどんどん下がってる、株だけが、何の数値？あ、どこが？アメリカが？うん、そうそう、アメリカも。僕の言い方って何人だから。でも日本よりはマシだと思うけどね、俺は。そらそうだね。俺はそうだと思うけど、だけど、まあ、そうは言ってもアメリカはこんだけ強いのはおかしいよねって思うよね。うん。まあ、本当。いやいや、なんかな、こう、新しいな、これな。なんか、で、俺ね、今日ね、いっぱい書いたんだけど、今日、なんか突然こんな流れになってね、面白いからずっと続けてんだけど、あのね、今日ね、楽天ウォーレットっていうのが、楽天今日いろいろ発表しててさ、うん、3月3日、例えば楽天モバイル発表して、なんかチラッとやってたね。1年間。で、これね、1年間無料で月額2980円で電話かけ放題っていう結構ね攻めた内容で、で事務手数料もただみたいな、結構ね楽天や結構気合い入れてんだよね。それでこれの裏で今公正取引委員会に喧嘩売られてて、送料無料の件で公取からさっさと入っちゃってて、楽天市場存続危機なんだよね、今。存続危機まで行ってる？うん、もうだって取引停止っていうか、もうなんか、かなり公取はもうかなり本丸なんで、かなり本気で、裁判まで行くけど、結果、過去に公取がそれをやって7社そういうことがあったんだけど、すべての企業が公取の言いなりっていう結果。昔のライブドアみたいな。そう。もうだから叶わないみたいな、結局。何があっても叶わないんだから、まあ、多分、もう楽天的にはもう楽天市場を大きくしようっていうのはほぼ無理筋って思ってると思うんですよ。本音で言うと。そこで今日楽天モバイルを出して、さらにもう一個、実は裏であって、はい、楽天ウォレットっていうのを作ってて、でそこでビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップルのレバレッジ取引を始めるっていう。2倍まで。要するに仮想通貨取引を。LINE に対抗するレバレッジなんだ。そうそう、そういうこと。完全に LINE に対抗して、これね、多分楽天モバイルこんだけさ、安くしてもう儲かんないじゃん、これ。どう考えても、まあ、モバイル無料なんだから。いいんじゃないのかなと思うんだけどね。いや、これね、絶対ここにアプリをくっつけるんだよ。で、LINE Pay があるじゃない。そうそう、LINE Pay
もう電話番号を持たなくても、その、なんだ、LINE とかでも通話できるじゃないですか。その番号を返さなくても、それで、それじゃない、それに入んないとね、無料で通話できないように仕掛けてるんですよ、この楽天モバイル。まあ、それは知らない。要は、番号をもうなしにやれば、きっと、一国わかんないけど、その辺の問題もなくなるじゃないですか。もう、一応、基本通話料金とかも省けるし、っていう狙いで、楽天モバイルってなんかやってるってなんか、いや、多分ね、これ、通話料で儲けるってビジネスプランじゃなくて、とにかくたくさんの人にアプリを入れさせて、そう、その課金で、まあ、皆さんに、まあ、するんですよね。そうだと思う。それだから同日で楽天ウォレットもそんな、それは画期的というか新しいなと思う。そうだから大きな流れだなと思って、本当は今日これも話そうかなと思ってたんよ。これと、うん、まあ、ちょっとついでに言っとくと、アリババのジャック・マー君、ジャーさん、アリババの前会長のジャック・マーさんがね、100万枚のねマスクを日本に送ってくれるってね、これさ、これはやっぱちゃんとさ、こういうのは感謝しないといかんよね、日本人は。とりあえず。二階さんしたいって言ってた。いやいや、感謝すべきだから二階さんは偉いよ。偉い。だから日本人も、なんかこう、文句ばっかり言ってないで、中国に対して。そうね。言いたくなる。一応さ、100万、まあまあ、なるのはわかるけど、一応でもさ、マー君に関しては、100万枚もくれんだから、とりあえずありがとうっていうのが日本人っぽいよねって思うけど、こういうの無視しちゃうのはちょっといかがなもんかなと思って、今日取り上げようと。本当に、マスクだけ、何の裏もなく差し上げていただけるといい。まあまあまあ、裏はあるだろうけどね。まあでもさ、とりあえず今マスクがないからいいじゃん。それはそうですね。はい。うん。で、あとね、今日あったのが、これも結構大きなニュースだと思ったんで、取り上げたと思ったんだけど、アメリカの当局が、アメリカの警察が、中国の国営メディア5社、に対してアメリカ国内の中国人従業員を半分に減らせと。でしかもこれは強制で13日に適用するということを昨日言ったみたい。13日って来週？そう、朝来週。まあでもその期間中になんとかしろってことなんだね、それって。いやいや、なんとかしろって言ったって半分減らせってもうめちゃくちゃでしょこれ。でもそこでなんかいろいろやれるんじゃない？あるんだけど。いやいや、これ結構ガチだよ。だって中国の、中国。米中のそういう貿易のやりとりって、そういうのがある気がするんだけど。だから、結んでるところもあるけど、ガチのところもあるって感じで、うん、今回、ウォール・ストリート・ジャーナルの、3人の記者、中国に入ってたコロナウイルス関係かなんかで、多分記事に載せてたやつ人を国外退去にしたのよ、中国当局が。でそれに対する報復として、この中国の国営メディア5社のアメリカ駐在員でね、アメリカの従業員をもう半分もうビザ出さねえみたいな。だから結構ここはガチだと思う、ここに関しては。なるほどね。情報戦争じゃないこれって。うん、だから新冷戦の形かなってちょっと思ってるんですよ。あ、それとちょっと続けちゃっていい？今日ニュースがあって、どうせ明日にはもう言えなくなるから、ね、僕がこうやって喋りながらでよければいい。もういい、よければ。いやであったら降りちゃってもいいけど、どういい？僕はいいよ。なんかじゃあそんな感じで。で、山本智博副防衛大臣っているんだけど、彼が、なんとですね、146泊、118万円公費でホテルに泊まってたっていう、ニュースが今日上がってます。で、これは神奈川4区に出てるやつなんで、比例復活した自民党のやつなんだけど、議員宿舎に入りたくないから、市ヶ谷のなんかいいとこのホテルに泊まっちゃってたっていう、公費でふざけた話があって、野党の皆さんがまた仕事増えますね。ほ
本当よ、これだからこういうなんか本当にね、あのなんつうの、もうふざけたことをやってるわけだから、議員宿舎に入れたんだよ、逮捕されたからね、また新しい人が必要なんでしょうね、国会の仕事がね、頑張ってください。でね、あとね、あのもう一個あって、これはね、あの三井さんに絡むことなんで、皆さんにもご報告しますが、あの、はい、千葉県議の15人、自民党のと職員3人がコロナウイルスで大変になってた1月の20日から1月26日まで、ロサンゼルスとサンフランシスコに、アメリカ視察旅行というところに行ってましてですね、公費2500万使って、遊んでましたと。でその遊ん、あのみんなで飲んでる写真がツイッター上かなんかに上がってて、女性セブンかなんかにすっぱ抜かれて今叩かれてます。千葉県議です。だから千葉が今こんなに台風とかでも大変で、でコロナウイルスもいろいろ大変でとかいう、まあ1月の20日だからギリギリまだコロナウイルスがそんなに大きく取り上げられてたというわけではないんだけど、結構ね、ビジネスクラスかなんかで行っちゃってたみたいよっていうニュースがあったんで、これは東京、千葉9区に絡む話だから、ぜひ取り上げなくちゃと思いました。あともう一個、ですね、カジノで捕まった秋元さんは、もうすでに、保釈されたんだけど、政治資金パーティーやっちゃってます。もうすでにできるんですね。カジノ問題が終わっちゃいましたよこれ。できるんだこれ。しかもそこのパーティーに二階派の、二階派だったっけな、どっかの自民党の議員が参加してます。結構大臣クラスの副大臣とかが、なんかやばいよね。なんかもうなんかさ、コロナウイルスの話の裏にこんなふざけたことばっかりやってるけど、一個一個がさ、あのツッコミどころ満載だからあれなんだけどさ、あのなんていうの、一応ちょっと、一応こういうのもちゃんとピチッ、ね、言っとかんとと思ってさ、普通秋元とかさ、そのどの戸田下げてパーティーできるとか思わない？政治資金パーティーだねこれ、まあ、そうですね、うん、やらせる方もやらせる方もやらせる方だし、カジノ疑惑やる方もやる方だし、もう舐め腐ってるよねこれ自民党、ね、ということしかない、うん、いや本当だよね。なんで議員宿舎じゃダメなのっていう、うん、まあなんかホテルだとなんかいろいろあるからじゃない、議員宿舎だと女呼べないとかそんなことじゃない。あ、はい、あるですからね、議員宿舎だとこいよね、絶対そうだよ。だって議員宿舎の場合はだって、あの全部チェックされるからね、来る人だから。そういうのが嫌だったんじゃないですか、この誰だっけこれ、山本さん副防衛大臣って、何防衛してんだって話だよこれな。いやデリヘルかどうか分かんないけどね、分からんけど、なんでホテルなのっていう思うわね、普通思うわね。議員宿舎の隣らしいよこれ、このホテル、うん、ということ、うん、まあろくでもないよねほんとね、うん、いやコラボ面白いな、しばらくやろう、うん、でもこれツイキャスしかできないから、やっぱツイキャスいいね。どうツイキャスね、え いいよねいいよね、なんかツイキャスいいよ、いいなと思って、日本の会社だし、やっぱりツイキャスやっててよかったと思って、 YouTube だけじゃなくて YouTube よりはこっちの方いろいろいい、うん、なんかこっちの方がね、なんかね、あの汎用性が大きいっていうかね、なんかいろいろ、あの回線もね、スムーズなのよ、回線も結構スムーズなの、ツイキャスの方が、うん、なるほど。あ、ケバルトさん、どっちてだよねって、本当ですよケバルトさん。だから絶対ね、ケバルトさんね、これね、山本さんは絶対わけがあるよ。ん？いや、ネタ切れじゃないよ。ネタ切れじゃないけど、ちょっと、もう11時半だぜ、みんな言っとくけどさ。俺もこれ、言っとくけど、これもうすでに、164分5秒だからね、今。三島さん。俺、164分喋ってっからね、これ言っとくけど、これ。つうか、その前からちょっと喋ってるから、実質200分ぐらい喋ってっから、俺。
でもね、でもちなみにあのケバルトさんが上がってきてくれちゃってるから高くやめる気ないですまだ。あらら。ということで、森永さんまたよかったら上がってきて、まだなんか喋りたいことあったら全然続けるけど、どう？とりあえずいいかな。うん、じゃあまた今度次の人にバトンタッチ、うん、じゃあもう一人誰か、うん、はい、じゃあまたね、はい、またね、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで、ツイキャス中心で行くつもりはないけど、あ、でもツイキャスいいよねやっぱと思った、うん、だからやっぱツイキャスやってよかったなって感じ。うん、いや、ケバルトさんだからこれあれですよ、山本智弘副大臣146泊ね、146泊118万円、これはねツッコミどころ満載なんでね、神奈川4区、この人ね比例復活だから、これね神奈川4区令和出しちゃえばいいんだよこれ。神奈川4区、これあれつねちゃん出す？つねちゃん。ここね、絶対有権者怒ってると思うよ。だってさ、そもそもだよ、みんな。そもそも、あの、議員宿舎、あるんだから。議員宿舎に入ってくれたコーヒー使わなくて済むのに、わざわざ議員宿舎に入らなくて、で、これね、あの、副大臣だから、あの、あれなんよ。あ、ありがとう、ありがとう、コイン、ありがとう。あの、副大臣の場合は首都圏にいなくちゃいけないから、その歳費が出るんだよ。あの、うん。太郎ちゃん、ありがとうね。なんかもう大丈夫そうだよ、これ。まだいけそう。うん。ツネキングの出番。ツネキング上がってきてくれたら笑えるよ、マジで。まさかここにツネキングがまさか聞いてたとしたら笑えるけどね。笑えるじゃん。ごめんなさい。すいません。すいません。怒られるから、俺。はい。まあ、誰でも上がってきてくれればいいよ、別に。うん、結構あったんだよ、いろいろ。あと話すことが。あ、あとね、イタリアはね、結構ね、リセッションに入りそうらしいよ。今はね、このコロナウイルスの結果、北部の工場、スイスとの国境あたりに流行ってて、カサプステルレンゴっていう地域らしいんだけど、ここで、うん、ここでね、あの、コロナウイルスが流行ってて、でね、ローマで、あの、90% キャンセルになったホテルとか。で、ちょっとおかしいなと思うんだが、あの、ヨーロッパとかアメリカのコロナウイルスにかかった人の死亡率が異常に高いんだよね。いや、イタリアやばいみたい、本当に。あの、観光業かなり壊滅だし、この、北部の方の工場地帯が今封鎖状態がなってるみたいで、で、しかも増え続けてるから、もともと経済悪いじゃない、イタリアって悪いんだよね、もともと。だから、これイタリアリセッション入っちゃったら EU 全体にやっぱり、あの、影響があるから、これ結構やばいというか、あの、コロナウイルスフェーズが変わったなって感じです。要するに、中国だけ、アジアのことがもうヨーロッパに入っちゃったから、もう白人ビビっちゃうって感じだよね。うん。だからこれ世界経済にとったら大きなマイナスだし、アメリカでもね、死亡率者が6人ぐらいいるのかな。うん。調動員閣下が参上したら俺も土下座するしかねえよ。お前か高くお前がみたいな。え、なんかこうさ、コラボ企画は、コラボは、誰が上がってくるかわからないワクワク感があるね。うん。多角的には好き。うん、そう、ツネキング、うちではね、大西常木さんのことツネキングとかね、あの、玉木のことをたまちゃんとかね、うん、言ってます。はい、高くチャンネルでは言ってますね。あれ、オーストラリア人死んだ？嘘。ああ、プリンセス号で？ああ、はんはん。あれもさ、あの、イギリス国籍で、あ、シンモンさんたちとごめん、すぐには喋れないな、俺は。うん、
で、今日本 Now で言うと、うん、いやいや、続けて上がってきたら緊張しちゃうけど、喋るけどね、別に、うん、起きてないんじゃないの、うん、朝早い人はね、俺は夜型だから全然あれだけど、うん、今現状は、うん、今 これさ、このみんな どこで見てるかあれだけど、あの このサイト知ってる？これもう世界中の人が見てると思うけど、これちょっと遅いな今現こう、これが今コロナウイルスの数12000、これね12156人、あの今分かってる罹患者がいて、でこれが中国が81151人で、これが韓国5166人でしょ、でこれがイラン2366人、もうすごいよねこれ本当で、イタリアもすごいね、今もう2036人だもん、ほらね、やばいね、これパンデミックしてるね。で、これがあの船、イギリス国籍のあのプリンセス号が、あ、これ706人、だからこれとこれを合わせたのが日本でしょ、だから982人が日本で、イタリア、フランスが191人、ジャーマニー、さっき言ったね、ジャーマニーが、ドイツが165人、ね、で、スペインもいるね、120人。で、あと、シンガポール108人、で、アメリカが105人、で、香港が、100人、これ何？クウェート？クウェートか、56人か。っていう感じで、これが亡くなった人3129人で、これが治った人48166人で、だから見てわかるように中国では比較的その治ってきてるというか、だけど世界全体で言うとこれ見てもうやばいよね、これ特にやばいのは、うんと、ここサウスコリア、あ、これや、ここ。この、韓国やばいね、かなり。うん。まあ、イラン。まあでも、要するに日本は、もっともっと増えるかもしれないけどね。あの、検査したら。っていうニュースです。うん。まあ、数字はね、こう、信じるかどうかっていうのは、あなた次第ですみたいな感じだけど、一応世界中の人はこれ見てるっていうか、一応なんかこれでも話をしてるっていうか、うん、まあこれ自体が、ま、間違ってるって可能性もあるけど、うん、まあこれを信用するんであれば、その中国で起こったものが、ん？ツネキングはああ見えて選挙上司じゃないよねと、演説はうまいのに前の選挙の辻立ちはひどかった、ああそう、ああそうなんだ、うん、だからこれ世界に広がってることは間違いない、これをだから世界に広がってるってことをパンデミックっていうわけだから、パンデミックっていう定義は分かんないけど世界に広がってますね、うん、だから日本はね検査数低いから、まあもっといるだろうね、これまあ大分にも出ちゃったから、まあ大分も一人じゃないわな、100人ぐらいいんじゃねえの、うん、右の点をクリックするとお返事できる、うん、よく分かんない、うん、英語じゃ南朝鮮、北朝鮮、あ、そうなんだ、そう、南朝鮮です、うん、ということで、ちょっとお腹空いたからそろそろやめようかな、うん、数字だけ見たら全然インフルエンザ毒の興味見えないのが逆に怖い、だからそのわかんないんだよこれ本当に、だから死亡率もそんなに高くないし、なんのにどんどん広がって、
ああ、そうなんだ。先生が言ってたけど、検査できてないだけでコロナかかってるのが風邪だと思ってる人はたくさんいると。ああ、そうかもね。あ、そうなの？コロナウィークスピーク、イギリス？労働者の2割が、休む。あ、そうなんだ。じゃあイギリスやべえな。中国人は殺しまくって感染拡大を阻止してる気がすると。10日で作った医療施設で患者は中からドア開けられない。毎日200人ぐらい死体を運べる。あ、そういう情報もあるね。うん、そういう情報もあるから。まあ何が本当で何があれかは分かんないけど、まあとにかく世界に広がってるっていうことは確かです。うん、で、これは、まあもちろん、その、コロナウイルス自体の恐ろしさもあるんだけど、それよりというか、私の個人的な考えで言うと、経済的なダメージが半端じゃないと。これは本当に大恐慌になってしまうぐらいのインパクトが今、Now で起こってます。うん、現在進行形で、起こってると思った方がいいんじゃないかな。だから、それこそ、世界パニックが起こらないとも限らないと、うん、だから正しく恐れなくちゃいけないけどね、うん、新しい病気だから世界中が怯えてるって、うん、なんかね分かんないんだけどさ、ちょっと恐ろしい感じがするね。何かが株価の動きとかその世界の動き見ると、なんかなんでこんなにみんな怯えてるんだろうと、その為政者たちがなぜこんなにビビってんだろうっていう、その裏が怖い。だから単なるこの病気を使ってね、俺の読みのようにこのことを使って自分たちが成し遂げたいことを履行するために喧伝してるっていう線が当たってればいいんだけど、そうではなくて本当にこの病気の裏の怖さが知ってて、彼らがだからもう必死になって止めてるっていう可能性もあるよねっていう、ということで、皆さん、もう11時半になっちゃったから、東京オリンピックはまだ中止になるとは思いません。はい。中から鍵が開けられないのは隔離ってそういうことでしょうね。はい。いやー、これは本当にやばい。やばい。もうやばいとしか言いようがない。マジで、その生活できない可能性が大いにあるし、明日お客さんゼロでも俺全然驚かない。明日猫カフェゼロでもお客さん誰も来なくてもなんか驚かないぐらいな感じ、かといって2週間閉める余力は全くありません、もっと言うと2週間閉めて良くなってる故障が全くないのに2週間閉められないです、2週間経ったら本当に良くなるんだったら勇気を持ってする人は多いだろうけど、融資受けてね、コロナがなくても前々からリーマンショックの10倍の不況が来られると言われてるところにこれ来ちゃったから100倍かな、延期をほのむけしてた。あ、本当にそうだった、橋本聖子。いやー、これちょっとこれも、いやいや閉店するよそりゃ、グリーンちゃん、だって俺もさ、だってさ、一人で俺がシングル、俺家族とか猫がいなくて、ただただただの喫茶店俺一人でやってたとしたら閉めてるね俺、もうすでに閉めて、俺働き出てるわきっと。だけどそういうわけにいかないんで、なんとか踏ん張ろうと思ってるけど、いやーちょっとこれ普通に考えたらちょっと厳しいわな、出口がないから、でこのね8220円をね、非正規の人と正規社員はもらえるっていうんで、それはお喜ばしいニュースだと思うんだ俺は。
ただこれ穴がいっぱいある上に俺たちには全く関係なくて、なんていうのかな、今のところ絶望しかないっていうね、その政治に何にも期待できないみたいな。ただ今日たまちゃんがそのインターネットの生放送で、そういうフリーランス自営業者家族経営の人のことも救わなくちゃいけないっていうことを言ってたから、まあちょっとは希望ある。うん、ぜひね、本当に何でもいいんでね、作ってほしいなと思うね。うっそ、週末のおこの週末にお好み屋さん行って、週末でそうなの、家の家族だけ、マジか、つらいわ。だからそれはね、まあそうなるわな。11月ならテレビ、アメリカのテレビも許容できるんじゃないですかねって。いや、11月まで伸びちゃったらのどうなんですかね。うん、まあかなり電通はやばいと思うけど。うん、あ、そうだね、 NHK は集金来ますね。家賃も払わなくちゃいけないしね。症状にばらつきね、コロナウイルスでしょ。そうそう、隔離だけで人工呼吸器が必要なひどい肺炎症状から自然回復するケースも少なくなかった。そうですね。あとね、あ、そうだ、今日忘れてたな、どっかに書いてたんだけど、日本、感染症予防協会が今日言ってたんだけど、肺炎のね、肺炎のなんかの薬が効いたらしいよ、3例だけ。限定の人にはその PDF を流してるんで、後で読んでみてください。日本感染症協会が、肺炎のね、なんか薬を、コロナウイルスで使ったところ、3例の方が、いやー、今日長くやってる、俺3時間超えてるよ、お前。俺181分超えちゃったよ、ついに。元気だな、俺。もうやめます。太郎ちゃん何やってるんですか？太郎ちゃん何やってるのかな？わかんない。いや、確かにね、今は吠えまくってほしいよ、マジで。いや、今吠え時だよ、マジで。今こそ野党は吠え時なんだよ。だから、本来だったら安倍晋三が会見したその夜、その30分だけ会見したその時に、すぐにやるべきだった。まずね。でもこれもう過去のことだから、しょうがないとして。ね。今からでもやるべきなんだよ。俺がやってんだから。俺ごときがやってんだから。ね。やるべきだ。絶対やるべき。やって今こそね、国民を救うんだって。金を配るんだって。中小零細家族、さらに全国民を救うんだってやってほしいな。やってほしいよ。やらんといかん。太郎ちゃんコロナだったらやべえな。でもそれはそれで出た方がいいよ。コロナだって。自分がコロナになったって言うべきだよ。だから国会を閉めろって。国会を閉めなさい。国会閉めて、ね、みんな休もうって。全員休もう、日本国民。就労してる人、収穫してる人、みんな休もうって。その代わりお金を配りますからと。お金は配ると。政府紙幣で配ります。これでいいんだよ。絶対これでいい。これでいいじゃないか。で、治ったからみんなで治せばいいんだから。だからそれをね、やっぱね、今は責めなくちゃいけん、野党は。だちょっと三井さんにもやってほしいな。ぜひ。まあね、会より始めろっつうの？賃より始めろだっけ？会より始めろだっけ？自分から始めろって、まあ俺はやってるから一応な。偉そうに言うなってすいません。またクリンちゃんに偉そうに言うなって言われてるから、はい、すいません、はい、すいませんでした。本当に安倍晋三があんな人たちに配ると思わないね。クリンちゃんはね、ド S ですよ、絶対、絶対ド S。 回復した人が施設から出たというニュースがあります。
そういう人たちがいたら中国共産党は喧伝すると思いますが、まあどうなんだろうね。まあ大体歪曲してるけどね。まあ日本だってそうじゃん。だからどっちもどっちじゃないの。うん、別に中国だけがっていうわけじゃないと思うけど、うん、まああんな人たちだねあんな人たち、うん、俺、うん、はい。じゃあまあちょっと明日も猫カフェあるし、もうそろそろやめさせてということで、皆さん今日も見てくれてありがとうございます。またあのケバルトルコさん、突然のあのコラボお願いに心よく引き受けてくれてありがとうございます。またあの、その後コラボね上がってきてくれた皆さん、ありがとうございます。またね、やろうと思うんでね、これも面白いんで、あとね、YouTube 見てたのに、突然ツイキャス消してごめんなさい。YouTube やふんふんって YouTube 見てたのに、あのなんかいきなり切っちゃってごめんなさい。まあなんですけど不慣れだったもんで、というかね、すいません。はい。でこの放送は、また YouTube の方にも録画で上げますので、まあ後から見た人、うん、またねこれツイキャスも告知してまたコラボやりますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで皆さん、今日も長々と見てくれてありがとうございました。ケバルトルコさん特にありがとうございます。ということで、皆さん大変ですがね、そうそうそう、ずっとやってた三島さん、ずっとツイキャスやってた、うん、で限定放送、あすいません、限定放送の方、限定の方すいません、なんか突然ですね限定やめちゃってごめんなさい。YouTube の限定に戻ろうと思ったんですが、ツイキャスが面白すぎてですね、やめられませんでした、すいませんでした。またツイキャスは限定は限定でまた独自情報を流して きますから、よろしくお願いしますすいませんということで、ご支援もしていただいている方もありがとうございます。はい、ということで、今日はこれで終わります。はい、ということでまた明日、おやすみなさい。楽しかった。あ、よかったよかった、うん、いやコラボうまい、面白いなこれ。あ、ケバルさんありがとうございます。いやいや、 いつって今日あげるよ、これ終わったらあげるから。三島さんこれもあげるからよろしくね。 ありがとうございますいやケバブトルコさんのね、拍手ありがとうございます。ケバブトルコさんのね、もうねドリフターズのね、お化けっていうのはちょっと面白すぎてね、ちょっと癖になりそうだったな俺なドリフターズの志村けんかーと思って、いやー面白かった、すいません。はい、はい、すいません、はい、やめます。はい、すいませんでした。はい、ありがとうございます。じゃあおやすみなさい。12コラボってできるのそれ、マジか。まあまあこれからちょっとコラボも覚えてくよ俺、ちょっと待っててね。うん、ハマったね、うん、志村けん大好きです。はい、ちなみにドリフターズずっと見てました、8時にずっと見てました。はい、ということでおやすみなさい。